死ぬね。ほほほほ。違うわ。全然似てなくなってるわ。あれ？おかしいな。あ、違ったか。ちょっと聞こえる後ろで。誰か。誰か笑ってるよこれ。よくあるじゃん、なんかレコードの時に心霊の声が入ってるでしょ。あるじゃないですか、そういうアリス、アリスだったっけ、なんかありましたよ、なんか ありましたなんかありましたよね、アリスじゃなかったかもしれない、まあいいや、そーっと引っ張るってやつですね、はい、ここにスタジオに入る前にそこの何フロアのとこに、うん、マッサージ機が置いてあるっていう情報をゲットして、いつも安藤さんは30分もぐらい前から入ってあれをやってるっていうのは分かったけど、その横にサイクルを漕ぐやつ、そうボクシングジムのやつ、あれが置いてあるとは思わなかったな、あれすごいね、あれはね、もうずいぶん前ですよ、もう1ヶ月以上前に入ったんですけど、導入されたんですけど、もっと前、もう2ヶ月ぐらい前からあると思うんですけどね、射精をするっていうことは 100m をダッシュするってことらしいじゃないですか、言いますよ ね、それでそのあれ似てるよ、あれだって言うじゃないですか。何ですか。あのキャラメルウィッグで100m、グリコね、はい、グリコ、それで補えるってことですよね。ですよね。ってことは一箱買えば20回ぐらいできるってことですよね。あれは。だから買ってるやつは20回はする気ですよね。そうです、する気ですよね。あれ手を挙げてもうピンピンにしてこうやってるようなマークだったじゃないですか。で、こう手をやっても分かるんですよね。はい。もう手を離してもバスタオルかかりますよっていうやつですよね、あれ。ね。そうですよね。今バスタオルぐらいはいきますか。バスタオルはどうですかね。濡れたら難しいんじゃないですかね。今日久しぶりに風呂入って、はい、来たんですが、はい、バスタオル全然平気でした。それも結構濡れてるのにも大丈夫。でもこれは誰に自慢するわけでもなく、長いちょっと間小康状態で、あの鏡の前でバスタオルかけてじっと見てたけど、役には立たないね。そのことはね。うん、あまりバスタオル取ってって言われた時は、はいっていうことはないもんね。あまりしかも取った後にウィーって笑ってもね。そうなんだよね。あれは大きくなるということは、いきなり映像があるってごめんなさい。なんですけど、大概ベッドを直角にこう針がこうなるわけじゃないですか。レコードかけると同じ状態じゃないですか。エッチっていうのはもうセックスの BGM の針。はいはいはい、わかりました。わかりますでしょ。はい、レコード針でしょ。アームのように人間の男の体がなってると、はいはい、なってますよね。ほんで下に針が出てダイヤモンド針が出てると、こうつく感じでこう回りますよね。大概針っていうのはまあね、あんまりそのアームの状態のやつが針が上に立ってることないですよね。はい、こっち側の重りを間違えるとビーンって立ちます。立つことありますよね。はい、あの時もう使えねえっていう感じじゃないですか。でも不意にね大きくなったりすることがあるじゃないですか。ああいう時にやっぱり何かしてあげなきゃっていうなんか気持ちありますよね。だから物をかけてみたりいろいろしてるんだけど、ファイテンもかけたことありますよ。ファイテンの首に巻いてるファイテンをちょっとかけると軽くなんじゃねえかな。嘘。ファイテンちょっとかけてみた。かけてみましたよ。え、軽くなる？わかんないんですよね。その僕にファイテンを教えてくれた永田さんっていうカメラマンは、ちょっと皆さんちょっとここの椅子を持ってくださいって、まず椅子を片手で持たされるんですよ。折りたたみ椅子を折りたたんだ状態でクッと持ち上げる。で次を僕のね、手の甲のあたりにファイテンをふっと乗せるんですよ、紐状のやつを。でそれで持ってみてくださいって言ったら、軽いんですよ、軽いような気がするんですよ。それをジンボにもこう応用しようと思ってファイテンちょっとかけてみたんだけども、バスタオル重いのか重くないのかわからないんだ。ちょっとわからないなと思ったっしばらく時代わかんないのかもしれない、ね。このニュースですね、僕の一番のニュース。僕はあそこのところで、はい、体やってんじゃないですか、あんまやって、はいはい、このフロアで ね、はい、あれよくやってて、はい、先週ですよ、あそこのね、マッサージ機って背中のとこの部分にグリグリが中に内蔵されてる最近のやつはね。でもあそこの J-WAVE のやつは毛がびっちりついてんのは何なんですか。あれはだから背中に毛がついてるじゃないですか。J-WAVE の営業の人か、抜け毛の多い人が、もしくは犬がやったんでしょうね。腰の辺まで腰の辺まで毛が落ちてますよ。だから犬じゃないですかね。犬もダックスフンドじゃないですかね。犬も犬用のファイテンもあるの知ってます。え、あの
動物用のペット用の。なんで何のために？あの肩こるじゃないですかやっぱ。犬が肩こるって聞いたことないじゃないですか。わかんないけど、あるらしいですよ。なんか最近うちの犬の手が上がんなくなったとボテッとやっても上がんないとかそういうことですかね。僕さっき安田さんのいいとこ見せようと思って思いっきりあの自転車みたいなやつこいだら汗が吹き出してきました。あれだから40キロなかなか出ないでしょ。出ない出ない。重たいんですよ。モンゴそれで頑張ってやって、はい、先週あそこのあんまき当てて、はいはい、腰がダメなと思ってやったんですよ。そしたらファイテンにそびよかったんだけど、はい、そしたら本当にその次の日の朝ですよ。飲んで帰って、飲んで帰って、それで昼間起きたら、はい、ぎっくり腰になりまして、あら起きる時に、あらぎっくり腰って、はい、若い頃はよくまあ。あ、もうその響きからしておかしいじゃないですか、はい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 、ぎっくりっていうのがドッキリみたいな、そうですよね、ドッキリぎっくりみたいな、ほん、ね、で ぎっくり腰とあの風が当たっても痛いやつ、あの、あ、痛風、痛風、はいはい、あれもなんか痛風っていう風の部分が妙に軽いんだよね、はい、だからものすごい痛いらしいけども、痛風っていう風っていうところが、うそ、カンフーとかあんまり軽い感じしないじゃない。でもまあポップな感じしますね。カンフーとかウフーフーとかいう感じの痛風フーみたいな感じで、なんかあんまりその十二指腸潰瘍みたいな重さがないんですよ。あの、自分の病気だけなんかひどい病気のように言うじゃないですか。安西さんのやるのはなんか妙にね。何ですか俺のは。だってぎっくり腰の次はポックリ石でしょ。俺ちょっと待ってよ、まだやんないかもしれない。やるかどうかまだ予定に入ってませんけども、あのポックリもポックリ神妙な割には妙にライトじゃないですか。なポックリはね、うん、ポックリとかぎっくりとかぎっくりポックリぎっくりクリが好きですよね。いやいやクリじゃなくて出だしの角の方が問題だと思うんですけどはあんまり関係ないうっかりとかうっかりとかないですよ。でもうっかり腰とか、うっかり腰はないですよね。うっかり腰はうっかりやってしまったみたいなことですよね。パックリあそこっていうのはありますよね。パックリってのはやめてくださいよ。パックリは割れるの大概頭とかそういうとこに決まってるんですから、頭がパックリ割れましたなんていうのも本当はものすごいことなのに、パックリっていうところで妙に軽いポップな感じ出てるじゃないですか。なんかね、パックリ割れたのなんて乗っていこうとするじゃないですか話を。なんかね、うん、なんかパックンみたいな感じがしますよね。パーとかポーとかそういうことでしょ。ざっくりっていうとなんかちょっともうちょっとね、ざっくりは良くないですね。ちょっと厳しいですよ、あの濁点がついてるから。ぎっくり腰よりもざっくり腰の方が痛いんだ。ざっくり腰にしましょう。もうざっくり腰やだね。どうなったの、いやざっくりとみたいな、ざっくりと腰やられたんだけど、これは痛い、ざっくりずっくり、ざっくり腰は痛いわいや絶対痛いねえ、あれは何なんですか、ぎっくりって思うんですか、思うのか誰が思うんですか。ぎっくりって自分がぎくっとするんでしょうね、あの時に。でも、はい、やったことない、僕若いもん。ぎっくり腰何ですか。全然ないですよ、ま、ないない、あ、そういうものがしてない、あのファイテンファイテンノーファイテンじゃ。俺くんから親父臭いって言われたからやめたんですよいちいちもう昔の風習からもうやめてきますよ。俺は先週やめてたんですよ、はいはい、こっそりやめてたんですけど、はいはい、誰も気がついてくんなかったから。みのくん先週してましたよ。してましたって、してました、はい、そうですか知らない前にね、首筋にね食らいついてくるんですよ、あいつが。しろっと。ああ、なるほど。はい。はい。そうなんですけどね。はい。まあ、その、今後のぎっくり腰、痛風、どうネーミングしていくかっていうことも大きいと思うんですね。そうですね。痛さをどう表現していくか。意外とひどい、きつい割には、緩い名前っていうか、ポップな名前で同情されない名前っていうの多いと思うんですよ。よくね、盲腸とかだと、必ず親父が、おならしたのが、あと、盲腸、腸がないって言うんじゃないですか。言わない、初めて聞いた。盲腸やりましたけど、初めて。盲腸がないなんて言わない、うちの親戚みんな言うんだよね。あ、そう。ガン首揃えてみんなですか。うん。それで、それで、剃ったのか。あ、まあ、剃ったのかですね。剃ったのか。剃ったのか、もうちょいは出ないけど、まあ、あの、おならが出たのかっていうのは2つで。出るでしょ。結構痛いですよ。僕、盲腸やりましたけど。結構、僕は、腹膜面までやりましたんで。痛かったんですよ結構、まあ、割には軽いと言われてるじゃないですか。そうなんだよね、そういうのは良くないですよね。もうちょっと軽いねとか。でも意外と軽いのに深爪とかなんか深爪はだから深爪ってなんかもう危ない危ない、もうそっからもう死ぬことはないでしょ。いや死に行くことがあるから。本当、いやあるある、死んだ人いんの深爪で。だってあの昔ね、深爪襟って言おうとしたの今。深爪襟って聞いたの今、来たな、今電波来たな。何言うか深爪襟なんですか。深爪で死にますか。死ぬでしょう。よく昔はそれで、あの、ドロンコ遊びとかして、破傷風とか。破傷風って怖い。今ないでしょ。
日本にはタイとかありましたよ、発症の病気あるっつって危ないって言ってましたけど、いや今もあるんじゃないですか、それは深爪じゃなくて破傷風が怖いわけです。そうですそうです、はい、まあでもそれは深爪はいいんですよ、元といえば深爪じゃないですか、はい、爪ってどこまで切ればいいんですか、僕分かんなくていつも深爪なんですよ俺も。いやで深爪にならないと気持ちが悪いんですよ俺はね、うん、逆にね、うん、すごいやっぱりこうデザイナーとして、はい、少しこの白い部分を残しておくんですよ、はいはい、綺麗に綺麗に、はいはい、なんかそれで最近ちょっとはい、いろいろ見ると、はい、爪はどうも四角く切るらしいじゃないですか、女子は女子は四角いの爪は、先をですねちょっと平ら気味に、なんか一時期ネイルアートみたいなネイルアートのやりたいから、うん、あれなんか流行ってたんで、うん、ちょっと平らにしたりとかいろいろ工夫して切ってますよ、うん、ところがちょっとギター始めたものですから、はい、ギターはダメですよ、爪伸ばしたら、ね、コードを押さえる方の左手はダメですよ、うん、左手の方のやつでこう、うん、無理やり押さえようとすると爪が伸びてると、はい、あそこのところどん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  深くこう筋が入って割れてきますよね、はい、でもそこでピッタリと止まるでしょ、うん、うまくね、うん、爪のところにギター弦入れられるようにしとけばいいじゃないですか、うん、それウクレレがそうなってますか、あだからむしろそこに 縦にこう線入れといてもらったらね、はいはい、あいいと思いますよでもそこにスチール弦だとサビが入るでしょ、そこで大概女の人が膀胱炎なんですね、これはもう美大ではもう常識、ほらね、それを深爪と同じじゃないですか、だから深爪から破傷風と違う伸ばしてると膀胱炎なんですよ、俺はならないけど相手がだからそれをほら破傷風と同じ原理じゃないですか、関節的になっていくわけですよ、病気の連鎖ですよ、なんで風が吹けば桶屋が儲かんすかみたいなもんじゃないですか、深爪をすると破傷風が入るって言うんですか、そうそう、その菌で、うん、それはなんかしちゃうんでしょなんかしようとしたわけですよね、待ってくださいよ、じゃなかったらなんで爪伸ばしてても破傷風は入りますよ、だって爪につくんだし、いやいやいや傷がなければ入らない、あ傷がなければ菌は、はい、多分大丈夫だと思います、そうですか、そこのちょっとしたこう、ね、切り口から入るわけですよ、はい、きっと、はいはいはい、深爪のね、なるほどね、脳挫傷っていうのとちょっと待ってくださいよ、ざっくり割れたの一緒でしょ、実は一緒なんでしょ、ね、はい、そうでしょ、だって痔なんてね、とっても痛いっつじゃないですか、相当そうらしい、あんなね病だれの中にお寺が入ってるんですよ、漢字からしたら、そうだそうだ、病だれなんか病んでる寺かなって思うじゃないですか、それ寺経営がうまくいかない寺ですよね、寿じゃないですよね、寺ですよ、なんか痔は、ね、痔は寺ですじゃないですか、これは大変ですね、これはよほどのことだということじゃないですか、なんか一文字でそれこそ三重県の津みたいなもんで字、はいはい、って書いてあるとなんか軽いかなって思っちゃうんですよ一文字で済ませられんのかみたいな、そうですよね、疲労とか言うとまた違うけどね一生懸命今書いてますけどね、いやいやそうなんですよ、いや、うん、病気の中にはこれはちょっとね、うん、納得いかないっていうネーミングがねあるんですよ、あるですよ、ね、結構、うん、脱行っていうのもあるじゃないですか、脱行厳しいですね脱行っていうなんか脱行って、はい、それとてつもなく出るらしいですよ、僕の、ね、ほら一緒に住んでた友達の鳥取くんが、うん、鳥取くんが脱行でしたから、あ、そうですか、こう話していいですか、僕の得意武士の脱行武士、脱行ちゃんですね、はい、もうねびっくりしますよ、和式トイレだったんですよ、はい、一緒に住んでたね、はい、僕18歳、23ぐらいの時まで住んでました、ほんで鳥取くんはね会社行くんですよ、はい、僕夕方起きるんですよ、はい、もうやることないからほらフリーだから、はい、トイレでも行こうと思ってバーンと開けるでしょ、和式トイレのところね、タイルになってるじゃないですか、うん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 、鶏の首を絞め殺したみたいにね、血だらけが血がブワーってうわーと思って、鶏の首絞め殺したとこも見てないんですけど、いや見たことないけど、ほらバーッと血が飛び散ってるんですよ、うわーと思ってバンととりあえず絞めるんですよ、怖いから、でも何が起こったのか分かんないね、不思議なもんですよ、まあ、そーろっと開けてちょっと見ますよ、うんうん、それ鼻噛んだ時に鼻かみをちょろっと見るみたいなもんですよ、はい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 、やっぱり人間の習性でしょ、確認ですね、確認してうわなんだこれと思って、ほんでまあしょうがない血拭くしかないじゃないですか、拭いておしくするんですけど、また次の日もなってるんですよ、鶏がそんなにいるのかなと思ったら、ある日聞いたらそのトトリ君が脱行だと、脱行はね腸がねお尻の穴から出てきてね、ここがね親指台ぐらい出てくるんだって、そこがね小さい穴が開いててスプリンクラーのように血が飛び散るんだって、スプリンクラーって言ったよ、スプリンクラーのように脱行の血がバーッと飛び散って、それは怖いわ、直しなよって言ったんですよ、でね直した方がいいね、一緒に住んでるもんとしては直した方がいいって漢方薬が効くって言うから買ってこいよって言って、で日曜日買いに行ったんですよ、ほんで次の日ですよ、僕がね大切にしてたね白い放浪のね、
あの紅茶入れるねポット、うんうん、僕ねもうずっと何年も持ってた、はいはい、真っ白の、はいはい、陶磁器みたいなやつ ね、 いいですね。もうすごい僕それをね、うん、チン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 で沸かしながら、うん、紅茶を入れるのが唯一僕のね、うん、コーヒー飲めませんから、ね、嫌いですから、はい、またあるね、家帰ってたらね、チン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 って音がしてるんですよ日曜日ね、うん、あ、お茶飲んでるやん、あ、紅茶沸かしてくれてんだ、うん、と思ってものすごい変な匂いするんですよ、うんうんうん、ほんで開けたらね、うん、僕のね、うん、白い陶磁器がチン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 って湧いててね、うん、臭い匂いが出てんすよ。で見たらね中で漢方薬入れてんすよ、まんま、まんまですよ、うわ中も真っ白なんですよ僕の可愛がってた陶磁器は。ほんとね僕は腹だったんですよ、俺のじゃんと思ったけどそこは大人げないと思って、3つ年上ですから、うんまあ、キュッと我慢したら、ね、次の日もチン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 って湧いてんすよ、おいと思って、もうこれは言うしかないと思って、もうお前にやるとあのポット、うんうんうん、俺のだけどって何回も言ったんですよ、うん、ごめんって言って、まあ、陶磁器返してもらったんですけど、うんうん、もう中がもう煎じ薬で真っ黒なんですよ、あで、あごめんなって言ってそれで紅茶を一回入れてくれたらまずいんですよそれは、うんうん、でなんか漢方薬以外にね脱光を治す方法はないのかって言ったら、あお風呂でね、うん、脱光を出して、うんうん、揉むといいって言われたんだって、へーってスプリンクラーだろ、うん、だってそれ医者行ったの1ヶ月前なんですよ、うん、言われたんだって言ったから、うん、へーって言って、あそうなんだと思って、共同のっていうか一緒に住んでる風呂があるんですよ、うんうん、そこで揉んでたらしくて、揉んでる大統領電話した揉んでる俺そこに嬉しそうに次純ちゃん開いたねって言われて入って顔をザーってやったり、うわき、あ温泉気分だなんかね、確かにね、うん、鉄分のような匂いがしたんですよ、あのちょっとね、なんていうの、何の湯っていうんですかね、加賀の湯は青いでしょ、あのね、なんていうんですかね、ちょっとね、なんかあのジャワティーみたいな、あの地獄の湯みたいなやつですね、うん、地獄巡りの揉んでたらしいんですよ、揉んでる、ほんでその日からもう僕は純ちゃんもう風呂開いたでって言った時から、あほんじゃねって言って退職所行ってくようになって、断行の厳しさは僕ものすごいよく知ってます、はい、断行が横にいる生活を僕してましたから、はい、なんか断行ちょっと僕はあのちくわみたいに出るって言ってたんで、すっげえ面白いなって、親指みたいなんだって断行は、うん、ものすごいってスプリンクラー、何に弱いかっていう、そういう痛い話とかそういうのもダメなんですよね、ダメなんですか、はい、もう今日早引きするかもしれません、もうそうですか、わかりましただって脱光の話するともう得意無事だから、これ僕はなってないの、人の話だけど、もう二度としませんので、脱光の話が、わかりました、本当に座ってるだけで痛くなってきたわ、痔なんじゃないの、痔じゃねえよ、痔じゃねえけど腸なんだよ、俺は腸、腸なんですよ、次男じゃなくて長男だって、もうね、フォローできないの、長男が次男で次男が長男ですよってやってる、それはね、愛し恋しぐらいのレベルのですよ、ね、あ、そうですか、てんやわんやぐらいの時代ですよね、ピヨコジャンジャンの時代ですよね、それね、もうセックスの終わっとりますんで、はい、ピあ、面白いねこの番組ね、ねえねえ、あのボンちゃんね、面白いね、ね、面白いけど、はい、あの先週はあの水野春夫大先生からセックスの BGM 語っていただきました、すごかったですね、はい、もう僕らから疑問が出る前からボンちゃんが、そんなこと言うとホモだと思われますよっていうね、釘を刺されました、はい、もう言うなよと、これ僕たちホモキャラじゃないないかっていうのが出ましたから、もうそれはあの肝に銘じて言わないようにしましたけども、お天道さんが上がってる時にエッチをすると、はい、何やってんだって言われることあるじゃないですか、あるでしょ、やっぱりそういうことって人が汗水垂らして働いてる時に自分でこんなね昼日中からやってるやろうっていうのはダメでしょ、それはまずいですね、まずいですよね、はい、これはもう浪人時代とか大学時代よくありましたよね、だから学生っていうのはなぜ学生が悪いかと社会人に言われてるかというと昼にやってるからなんですよ、だから信用されないんだ、そうなんですよ、ああとは別に何のこともないんですよ、だから保証人とかなれない、ね、なれないでしょ学生だと、そんな昼からやってるようなやつに保証人はできないとなるわけですよなるほど、ね、親もうすうす、田舎から東京に出した親としては、うすうすやってるだろう、うすうす昼やってるだろうっていうことで信用ならんと、だから学生の信用なさは、そういうことですね、学生証出さないと物が買えなかったり、アコムで借りられなかったりするのは全部昼の日中からやっているからなんですよね、これはそうなんですよ、でもここでね、はい、夜になったらやればいいのかと、そうですよ、うん、そういうことになるじゃないですか、なりますよね、裏を返せば、裏を返せば、はい、夜っていうのはみんなが休むタイムなんで、はい、してもいいっていうことになってますけども、はいはい、
あの世界を旅してる人だっているわけじゃないですか、世の中には。世界を旅してる人、ね、はいはいはい、あの、はい、パイロットの人とか、そういう、パイロットの人もそうですよね、パイロットとかモテるって言うじゃないですか、はいはい、パイロットの人とか、はい、今日はなんかアンカレッジ経由でなんとかなんて言って、はいはいはい、時差があるわけですよ、はいはい、行ったら昼な場合ありますよ、あります、昼から昼へ、はい、またアンカレッジ経由で昼から昼へ戻ってくることだってあるわけじゃないですか。あるかもしれないですね。今ニューヨークは何、今こっち夜だけどニューヨークは昼だよなんていうことあるでしょ。あるでしょう。ということは、はい、今夜だと思って思いがちですけど、はいはい、狭い世界の話ですよね、はいはいはい、あ、夜だからみんな安心してやってんだと思ったら、実は海外では昼なわけですよ。昼どころか季節も違う。季節も違うこともあるんですよね。環境によっては、はい、もうちょっとやっぱり島国ですけども、はい、ワールドワイドに物事を考えていくと、実は夜だけやってるわけじゃないっていうことが分かってくるますよね。それはね。なるほどね。はい、ほんでここで分かるのは、はい、太陽は沈むって言うじゃないですか。日本は。はい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 、はい。実は太陽は沈んでいないわけですよ。そうです。回ってるだけですからね。そうです。ここでセックスを昼からしてる人間のことを発想したところからどんどん進歩していくと、宇宙太陽は沈んでいないってことが分かるんですよ。すごいでしょこれ。天動説ですね。今頃天動説捉えてるのもなんですけど、海の向こうは川みたいな滝になってませんよってことを言ったよ。象が支えてるんじゃないですよ。ないですよってことですよ。太陽はね、ぐるぐる回ってるだけなわけですよ。こっちは回ってるわけですけどね。まあ回ってるわけですけど、はいはいはい、太陽は沈むっていうのは勝手な解釈です。あの、ある一方的な自分たちの都合がいい解釈だと、はい、ああ太陽が沈んだからやっていいんだっていう考え方じゃないですか。と、ね、いうことは、はい、昼間もやっていいってことですか、これは。昼間、いや、太陽が沈んだからやっていいってもんかっていうところなんですよ、はい、ニューヨークでは昼かもしんない、はい、ニューヨーカーからしたら何やってるんですか昼からって言われちゃうわけ。じゃあいつまで経ってもオナニーできない男と同じじゃないですか。そうなんですよ。だから、あの、そんなにね、お天道さんが沈んだからやればいいっていうね、はい開始っていうことではないぞっていうことを言いたいわけですよ、ね、なるほどね、はい、それを、はい、あの、そうだぞって歌ってる方がおられますんで、ぜひと思ってこれを聞けば、はい、セックスの開始時間がわかるんですね。わかります。あ、これぐらいの時間でとか、それともやってはいけないと解くかもしれません。ジ・アルフィーで太陽は沈まない。勇気が湧いてきましたね、はい、あのね、はい、あ、ダメだと思ったらゼロからもう一度やり直せばいいんですよ。ちょっと待ってください。インド人が発見したんですよ、ゼロ。ちょっと待ってください。ゼロっていうのは普通ね、人っていうのは空ですよ。もう何もないとこですよ。君も1から出直しだと1ですよ。普通は1でしょ、はい、アルフィー界は違いますね。ゼロからです。ちょっと待ってください。通信簿にもゼロはないですよ。ないですよね。頼みますよ。1ですよ、はい、ゼロっていうのは何もないっていうことですからね。ないどころか形すらないですからね。
やり直せないんですよ。やり直すってことは前のサンプルがあるからやり直すのに、スタート地点すらもう消えてないわけですよね。厳しいですよ。小鳥のように遠くを見つめる。いや、鳥の中でも小鳥は一番遠くを見られないんですよ。っていうかワスとかじゃないんですから、ね、小鳥は、はい、あれですか、もう目の前の餌とかそういうのを見てますからね、はい、そうですよ、はい、目の前の水と餌だけですよね、はい、一番最初に、はい、逃げるのは、はい、ああいうワスとか大きい鳥は、はい、すぐ逃げますけども、はい、スズメとかは最後までいますからね、いますからね、餌をついばんで、そうなんですよ、周りしか見えてませんからね、はい、でね、自分のためにって言うんですよ。あれはすごいですよ。普通ね、人のために生きろって言われてる昨今、自分のためにっていうね、教訓がね、すごいと僕は思う。あまりにもこの番組で言ったもんで、アルフィーの担当の方から DVD いただきます、はい、あ、やった、全曲の、プロモビデオ見させてもらいました。あ、やった、どうです、すっごい、本当ものすごいです、ね、アルフィー漬けの毎日です、ね、アルフィー漬けの毎日で高見沢さんがこっちを見てね、はい、カーッとこう流し目してくるんですよ。あ、そうですか。もう夢にまで見てね、夢出た、夢に出て、うん、その夢で犯人が当てられるぐらいな予知夢が出ましたよ僕。そうですか、昨日やってましたよ、あ、夢見たら30分行って終点らしいじゃないですか。そうそう、犯人が見てたよね。あれ見ちゃったよ、イギリスの人、見た見た。それさ、たまにさ、うん、無声とかする時もあるだろう、あの超能力者もね、それ言えないよね、うん、メモに取れないよね、あんなもんね、俺大丈夫なのかなって思ったんだけど ね、 いやすごい言いましたよ、すごく信じたい気持ちもあるんだけど、ありますよ、これはすっかり間違ってたらどうなんだろうと、うね、あれはちょっとどうですかね、テレビの力ですね、これじゃないな、違う時やったってね、なりますよね、なりますね、ということで、もうアルフィーからすごいことになっているということで、皆さんもアルフィーを聞いて、はい、アルフィーの世界観、こういうことだろうっていうことを予想してもらうと、どういう世界になっているのかっていうのを知りたいですね。知りたいですね。あの歌の歌詞の中にこういう一節があるが、私はこう撮りましたとかっていうね、絶対あると思うんですよね。そうですよ、はい、自分のアルフィーのね、そうです、自分のアルフィーを、前アルフィーを、一人アルフィーを、一人アルフィーをやりたいもんですわ、本当に。もうこういう自由に発想したいもんです。僕ね、すごい。ちょっと話の腰折るようで申し訳ないですけど、はいはい、追ってください。例のあの番組、能力者の人が、そうね、あのテレビの力です。はい、うん、テレビの力。犯人当てるやつね。犯人夢でるやつね、夢で。当てになったじゃないですか。はい、当ててないんだろうけどね。今まで当てたって言ってたんだっけ。わかんないです。はいはい、まあ僕もそこの部分しか見なかったんですよ。はいはい、で、いや、犯人は。アジア系のとかなんか言ってたじゃないですか。ほんでね、鼻が高い、ね、P が、P がつく、そう、ふっと思った時 P がつくの、うん、林家ペーさんか、そうそう、ペーヨンジョンしか知らないだろ、ペーは、ペーは、ね、ペーだと思っちゃったよね、ペーかパーだよね、普通はね、ほいで俺のあの似顔絵出たでしょ、似顔出た、堀くんかと思っちゃってさ、でも頭ね、パーマがちょっとかかってたんだよ、かなりかかってた、かかってた、ね、かかってた、かかってた、まあいいんですけど、はい、というわけで昨日見た夢の話とかもねしたいんですよ、いいですね、昨日見た夢の話ってね、ほんと嫌じゃないですか、人の話聞くの、でもこのコーナーでは募集しますわ、もう人には言えないぐらいなくだらない夢とかあるじゃないですか、あります、あります、ね、夢の話っていうのはこれはもう、はい、お、夢っていうのは妄想っていうか想像ですか、空想ですから、その人だけはあの映像で見てるけど他の人は見てないから、あんなにつまんないもんないですよ、あればっかりはもう、はい、わかりません、このコーナーで夢クリオ、夢クリオさせてもらいました、夢クリオ、なんかどっかでもあったかもしれませんけど、はい、ないことを祈りつつ、はい、今日も頑張りますよ、はい、よスターボーリング、いよいよスタートです、出たことありますか俺、AAD81.3JWAY TR2ごめん、はい、今ちょっとね放送中なんで、堀くんが今電話してた、ね、生々しい生々しい実況でしたね、はい、きっとね締め切りの最速だと思うよ、まあ、この2時半にね、うん、電話をかけたりかかってくることっていうのは、うんうん、ほぼね人が死んだことしかないですよ、ああもうね、だからまあ家庭で聞いてる方とかいると思いますけど、はい、夫の、うん、携帯が鳴るってことはないですよ、まずこんな時間になるっていうことはないし、いやでもありますって、ありますか、あるでしょ、ですよ、ありますよ、よくかけてるじゃないですか、まあ俺らは、ね、本人じゃないですか、まあ、かけてる、まあ、俺らはね、俺らはだってもうだって2時半なんて楽に出てこれるだろうでしょ、そうですね、
大阪からもかけてますからね、東京にね。楽に出てこれるだろうって言ってね、よく宝島のやつ電話しましたよね、昔ね。はい。というわけで、改めまして、三浦淳と申します。はい、安西はじめと申します。これが一番嫌なんだよね。なんで嫌なんだっていうことは、もう疑問自答して、もう解消できました。僕、一個一個、疑問自答して解消していくことにします。わかりました。日々破壊です。もう。なぜマイクの前で俺は喋らなきゃなんないのかっていうことは、しかもなんでつまらない方の名前を言わされるのかって、いやいや、何を言ってんすか。僕は違いますね。僕はいつも安西って書いた時に西と間違えられてる安西さんを撮りたいですね。僕はやります。本当だよね、はい、よく間違えられてるのあっちにしよう、はい、というわけで JFTR2 チューズデー、うぬいす谷商店街よりどこまで三田洋がお送りしておりますが、うん、こういう感じでしょうか。まあそういう感じでしょう。で、俺そこの感じは別に聞いてる方は薬とも笑えませんけど、淡々としてますからね。はい、早速コーナーの紹介などをさせていただきたいと思います。この思いますっていうのは思ってるだけでやんなかったらどうなんで、まあいいや。まあいいんですよね、はい。今週はいつも以上に豪華なプレゼントを用意しておるので、先週ね、水野晴郎さんとボンちゃんが来てくれて、はい、水野晴郎さんのなんていうんですかね、このなんかヒバゴンみたいな、ヒバゴンみたいな顔のイラストのクリアファイルと、クリアファイル、シベリア超特急のシール、シベリア特急、シベリア超特急4、シベリア超特急5、シベリア超特急6、全部入っているシールですね。ちょっと待って、6はないでしょ、まだ007って書いてあるんです。これやっちゃったやつですね、これ。であとヒゲセットって書いて、ヒゲシール、これは僕とタグともらったブロンソンズのパクリです。平気でパクリをやるっていうことが、またシベリア超特急の良さだと。ちょっと待ってください。はい、僕はヒゲダンスの時に僕これやってました。あ、そうか。ヒゲダンスが先でした。じゃあ俺のパクリじゃないですか、皆さん。ブロンソンズは。そうです。まあいいやでした。まあそんなことはどうでもいいんです、ね。あ、まあこれね、はい、4枚。4枚シールと1枚クリアファイル。さすがに俺らもいらないってことで置いてきましたんで、これは皆さんに当たった方がいいだろう。このステッカーはですね、非常に白い部分が多いので、そうですね。自分でこういろいろメモとか書いて、冷蔵庫とかに貼っとけますんで、大変便利ですね。はい。はい、そしてもちろん T シャツもございます。それではメールワックスビシビシ送っていただきたいネタはこちらでございます。一つ目は下ネタライム MG 社員。今日もすごい数でした。びっくりしました。なんか嫌がらせのようにすごい量でございます。見たら春人がすごい怒ってたりしますわ。あ、そうなんだ。でその方ガッタ野方さんなんですが、はっきり言ってください。毎日何を考えてるのかっていう感じですね。ものすごい量です。もう小説かけて、もうサングラスかけて頭ツルツルしたら芥川賞取れるんじゃないかぐらいな量でしたわ。もう一曲今度やりましょうか。その人特集。その人ライム。その人ライム。もうね、本当に会社に勤めてらっしゃったり、学校にいるんだったら、もう四六時中やってますね、これはね。ライムを考えてるっていう、ね。ずっと考えてるんだろうね。はい、でも、これはかっこいいです。はい、でもね、かっこいいっていう噂になってきました。あれ、どういう噂ですか。なんかよく噂ですメンズファイブの淡谷三治さんが。淡谷三治さん、一人の話ですよ、はい、これ。かっこいいと。あ、そうですか。これは。あ、そうですか。言っておりますね。はい、ありがとうございます。まあ多分かっこいいんだと思いますよ。そうなんないですね。はい。そして二つ目はこちら。想像シネマ見るならこれでしょ。アイロボットですね。アイロボット。この間は何やったんでしたっけ。この間はビレッジ。ビレッジやったでしょ。はい。見ました。あ、見に行きました。見たんですか。辛坊シャマラン見に行きました。シャマラン監督。辛坊シャマラン。いい加減しろよシャマラン。辛坊シャマラン。全然ここで読んだストーリーじゃないじゃないですか。嘘。がっかりしましたよ。ここで読んだビレッジピープルが出てきて、アナルがビラビラじゃなかったの。ビラビラの僕映画まで書いて、ビレッジでそんな映画だろうと思って喜んでいきましたよ。全然違いますよ。嘘。アナルが出なかったの。森の話ですよ森の。はい。僕ここでそれは違うページだったじゃないですか。ウニブレッジって書いてありましたよ。書いてありましたよ。ウニ。なんとも言えませんけどね。盛り物がたくさん来ますわ、これから。これから。ビレッジももう今やったでしょ。はいはいはい、でそれ前はブレアウィッチがあったでしょ。ずいぶん前ですか。暗い森っていうのが今度来るんですよ。もうちょっとそれ見てね、面白かったですけどね。それは本当怖い森でした。はい。ということでビレッジはあんまり怖くないっていう話をした。ありました。ありがとうございます。そんな森抜けんだったら。すぐ抜けられるだろうっていう。あ、そのぐらいの感じでございます。はい、でございますね。ちょっとね、一晩ちょっと歩いたらね、いきなり遊歩道出てきますからね、その森。遊歩道ですよ。遊歩道って哲学の道かよと思って。砂利道よくマラソン走りましたよ。あらまあ、ほんの急に遊歩道出てくんだっていう。まあ結構、シャマランのいつもの得意節ですわ。期待させといておもろいみたいな。あ、バーン行くみたいな感じでしたけど。はい。
って言ってる俺も、うん、そのいつもの得意節が全然わかんないんですよ。サインとかね、はい、サインとかありました。ありましたね。はい、まあ。まあ見てもいいでしょう。そうですか。はい、ありました。いいじゃないですか。もうなんだか随分口ごもってるので、はい、これ以上は聞きません。はい、そして三つ目のコーナーはこちら。そうそうそう、ミスターグッドマン。はい。ああ、ミスターグッドマン。本当にいい人を見つけようってことですね。はい。はい、歴史上の人物でも会ってみたらいいやつじゃねえかと。そうです、ね。だから歴史的に悪いと言われてるけど、なんとなく憎めないあいつとか、はい、うん、新見南吉みたいな人ね。うん、あの。とにかく理由を書いてほしいです、ね、そうですね。このこれは新見南吉の南吉の漢字がとかね、うん、書いてもらったら大体わかります。大体のことでもいいので書いてください。大体ね、あの歴史に残ったり、はい、まあ普通の一般の人はなかなか歴史に残りませんけども、はい、40以上過ぎた人って、はい、いい人ってね、もう顔に出てます。出てるから、はい、顔はね、もう本当40歳からパンツを履いた方がいい人がいますから。そうですか。本当に悪い人だなと思う人、悪い人です。40以上で悪い人だなと思う人。でもよくあるじゃないですか。悪い人だと思ったけど、はいはいはい、実はいい人だっていうのは、うん、30までです、あれ。40以上で、あの人は悪いなと思ったら確実に悪いですよ。そうですか、うん、悪いです。そんなことないじゃないですか。いや、悪いです。もう分かりました、僕。いや、確実に悪いです。いや、中にはいい人いますよ。そうですか。でもまあ、とりあえず見た目だけでも、はい、見た目だけで判断することもあるよ、うん、という。すべてね、世の中は見た目だけで判断が合ってますよ。その後にね、打ち消すんですよ。見た目だけではダメだとか、実は人間っていうのはその一方だけで見てはダメ。第一印象がね、絶対当たってます。ありますよね。はい、絶対当たってます。ありますね。はい、あのよく安西さんはズボラだ。ズボラ。ズボラな顔してる。うん、それはね、前から思ってる。ちょっと待って。顔で。でも、ひょっとして厳しい面もあんなって、ここ15年ぐらい思ってきたけど、ズボラだ。もう、とってもズボラなんですよ。そうでしょ。はい。そうでしょ。本当に。安西さんもちゃんと遅刻しないように、起きてることは起きてる。はい、でも、歯とか磨くのがズボラだ。すごく。ものすごくズボラに磨いてんのを、旅館で見たときに、歯やっぱり一番第一印象が合ってたと思った。俺、歯磨きながら、うん、旅館の部屋とか歩くの好きなんだよね。うろうろしてるでしょ。待ってんだから、みんな。あれね、すんごく怒られたんだよ。昔から怒られてんだ、家で。なんかね、僕初めて安西さんと会った時に、うん、なんかこの人の顔はズボラだなと思ってたら15年間いろいろ疑ってきたけど、やっぱりズボラに戻ってきた。そうなんだよ。やっぱそうなんだ。頭乾かす時も、うん、こう拭きながら歩いたりすんじゃん。してるね。あれ何あれ、なんだこんなけど、うろうろしちゃうもんね。うろうろしてるね、あれ。うろうろしてるよね。一個に集中しないね。しない、しないね、なんか。あのエロビデオつけて寝てるのはいいけど、一人の部屋だったらいいよ、うん、みんなで3人で寝てる部屋でエロビデオつけてる、あの寝っぱなしにしないでよ。ずっとついてんだから。俺まだ見てんのかなと思って気使ってじーっとしてんだけど、あんあんあん言ってるから、グー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 言ってんじゃないですか。ズボラすぎますよ、それは。本当にズボラ。もうちゃんと消してくださいよ、本当に。もう歯も見てるように腕枕って寝てんだもん。なんだこれは。いや、もう悔しいからさ、もうエロビデオ見てるところ見せてやろうと思って。あのね、後ろからはね、さも見てるように見えるんですよ。後ろ姿はなんか寝じゃかみたいな状態で、こうちゃんと頭にね、肘ついてね、こうやって寝てるように見えるんですよ。こう見てるように、すっかり寝てるんですよ。全然寝てんですよね。こう終われば一個消しましょうよ、お願いします。もうね、横になったら起きてよって思わない限りすぐ寝ちゃわれるんですよ、俺。そうですよね。二つのことやってますからね。よくないですよ。はい。そういうことで、はい、人は名前とか顔で判断しましょうっていうことです、これは。はい。そして四つ目はこちら。新しい決まりで、はい、これはもう相撲業界にもう、こう、一石を投じようと、はい。新しい技があってもいいんじゃないかということですね。史上発展以外もあってもいいんじゃないか。はい、もう、今話題のプロ野球を盛り上げるっていう新ルールも募集したらいいですね。パリゴ土書っていうのは、はい、いいですね。いいですよね。うん。プリーグにしていこうとかね。いろいろあるじゃないですか。いいですね。ハマったらプがあってもいいじゃないですか、別に。そうですね。僕前思ったんですけど、野党と与党があったら、はい、与党だってあってもいいじゃないですか。いや、有用ですから。ね、なんで野党と与党がない。そうでしょうね。与党はなんか気持ちよさそうじゃないですか、お湯に使ってるような。そんなやつの言うこと信じないけどね。絶対信じないでしょ、うん、与党の話は。俺って野党なんだって言った人いないでしょ。自分から何とならないでしょ。俺は野党だけどって。まあ、すいません、野党ですけどって言わないもんね。野党、まあ、全体の話ですからね。ねえ。はい。党なんてつくやつ悪いやつに決まってんじゃないですか。天狗党とかそういうやつでしょ。なんか、なんとか。なんか怪盗みたいなやつですよ。悪いやつですよ。あんな。人がつくと悪いやつ。悪いだと思ってるんですけど。あと、第三セクターみたいに、意味がわからなくて聞けない言葉も ね、募集しておりますんで。はい、第三セクターは反感、反民と。反民、そこまでわかる。そこまでわかりました。
あの知らないね、ネット用語だって言っていただければ、そう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 大体の解釈はします。大体はわかりますからね。大体わかります。大体で生きていこうってことなんです。はい、そして4つ目はこちら。本悪い選手権。本当に悪い人っていうのはもう目立ってませんからね、はい、意外と地味なところで本当に悪いことするっていうのが本悪だと、はい、もう悪の中の悪を、はい、悪の中の悪をみんなの友達を紹介していただこうというコーナーでございます。ただ本当に笑えないような悪を送ってくる人もいるんで、それは読みません。はい、もうお願いしますよね。それはもう警察の方に通報します。それもうね、はい、それよく店に、はい、万引きしたらすぐに通報します。すぐに通報します。すぐ通報するようにしましょう。お手柄安西さんとか出ますから、ね、この番組でお手柄出したい。お手柄出したい。お手柄出したいな。お手柄のコーナー。あ、僕らにヒントを与えてほしい。お手柄の。本当だよ。今渋谷でなんかぼやが出て今すぐ送ってるから、ね、僕らすぐ放送で言いますから。そうですよ。もうね、2ヶ月ぐらい前に、うん、ありましたよね。火事見つけたんですよね。こんな ね、このビルの上から見つけましたよね。通報しなかった。すぐ言えばよかったね。それはそうしなかったんですよ。その、マッチも救ったじゃないですか、人。マッチも救った。そう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 。A ちゃんも救ったじゃないですか。A ちゃんも、ね、ちゃんと推したい。救いたいね。第一発見者になりたいんだ。通報者でもいいしね。もう、お手柄が欲しいね、お手柄が。柄が10手が欲しいね、10手が。今まさに親に同じを見つかりましたのやつでもいいわ、もう。なんでも、第一通報っていうコーナー。このままじゃ、僕たちはもう、JWEB の汚れ物のままだから、お手柄欲しいね。そうそうそう、これで今までちょっと、で、この番組始まった出だしは良かったけど、後半からダーティーサリーの方になってたから。前半十分良かったんだけどね、ここで、一報入れていただいて、僕らにお手柄さえ取っていただければ。お手柄欲しい。さすがだと、ね、急にね手のひらが来るから急に来るからね。お手柄コーナー局長賞とか来んじゃん。キンプいいな。いや行こうよ、みんな飲みに。僕は明日人を救おうと思うんですけども、何時何分って言ったら見に行くから、はい、俺ら発見すればいいもん、それ、もう大丈夫だそれ。うん、いろいろ週刊誌とか週刊誌は間に合わないか。あ、ダメだ、悪いこと送ってくれやってる。僕は明日悪いことしようと思ってるんですから通報してくださいっていう。おなじしようとかね。そんなんやだな。まあでもなんかいい事件があったらね、教えていただければ。ちょっと待って、事件にいいも悪いもないですか。言ってもらったから僕らに救えそうなんて言うことですね。いやいやいや、事件はやめときましょうよ。もう事件はやめたんだ、はい、本当にいいことですよ。そうですね、はい、いいことで、なんか、うん、信号で、はい、おばあちゃんの手を引いている、ね、そんなことを通報したって。でもそれが例えば熊だったりとかしたらいいわけじゃないですか。え、熊が手を引いてる、白熊が手を引いてるとか、うんうん、もう全く例え外れてますから、はい、よろしくお願いしますよ。はい、ちょっと最初考えたのが、はい、いけないことのような気がしたんで、明日出家しますとかね、あ、そうですね、言っていただければもう通報しますから、あいつは出家すんぞとか。もうだってこれ夜中ですから、明日の朝言うより早いですから報告、僕らに早いよ、めっちゃ朝一番の報告です。この時間の利点を使っていきましょう。そうです、この、どんどんこの今もう3時前じゃないですか、です、これで、はい、朝一番の召喚よりは早いです。召喚より早いし。もう早いですよ。目覚ましテレビより早いだ。そうですよ。もう僕は今鼻に生えてる鼻毛を全部抜こうと思います。危ない。やめた方がいい。それ痛いよ、ね。あれね、空気が痛いから。痛いのか。はい。吸うとね、空気が痛いよ。ダイレクトに来て。まあいいや、そんなことは。僕は明日もうずーっと服を着替えてない服を着て、学校に行きますって言ったら、明日学校でくせえって言われるわけじゃないですか。ナイナイ君、なんとか高校で臭いぞって言ったら第一通報ですから。そうそうね、第一発見者ですから。まあみんな避けられますし、ね。みんな行くやろ。あ、ご飯、いろいろ詰め物とかしていきますもんね。はい、でも明日、女子高生のパンツ見るとかダメだよ。もうそれはもう、それは警察の方に通報ですから。はい、やめときましょう。もうギリギリなやつお願いしますよ、もう、はい。なんかいろんなもの持ってて、ね、薬物とか持ってて、捕まっちゃってもいいけど。ダメだ、ダメだ、ダメだ。そんな法律変えることないからね、ここでね。よろしくお願いしますよ、本当に。もう、洗濯系はやめてね。はい、そして最後は明日、本当に間に合うな。うん、ということでございます。明日、本当に間に合うな、なかなか来ないんですよ。こんないいね、情報を送るコーナーないですよ。こんなに東京人に、ね、ないんですか。え、僕ですか。ないですよ。10月の28日ドゥザモンキーのイベント。あら、これまた行くしましょうか。9月25日に発売らしいですよ。あ、そうなんですか。もっと後なんでしたっけ。もっと後になったんですよ。知らないんですよ。だからそんな風に書いてありますよ。あ、そうですか。まあこれはゆっくり言いますわ。あ、俺9月29日。すいません、明日本当に間に合ったで言っていただけますか。すいませんけど、4時ギリギリで言ってもらえますか。今聞いてませんね、そんなコーナーじゃないんで、それ俺の情報もない。まあその俺の情報が出ますから、4時前に出ますよ。こんなに言ってんだったら話した方が早いと思う。いやいや、コーナーの時に話をしないとコーナーの意味がないじゃないですか。そうですね、わかりました。はい、お願いしますよ。ということで、
と以上すべてのコーナーの出先はこちら AD のマグロちゃんよろしくどうぞ。メールアドレスは dr2@j-wave.co.jp dr2@j-wave.co.jp ファックス番号は0570-000813。お間違いのないようにお願いします。すでに不自然にワンテンポ置いてからお間違いのないようにっていうところでね、あそこをね、はい、なんかいいんじゃないかなって思っちゃうんだよ ね、 おって聞くからね。そうはいきませんよ、そうはいかの金玉ってやつでございますんでね、はい、はい、ということでもう気をつけましょうね、はい、女性からやらしい一言は一切出ませんからここは、はい、ホモからは出ますけどね、一切出ませんよもう、はい、そういうことでございますということで今週の勝手に観光協会は久しぶりに聞きたいと、もうメールがいっぱい来ております。来てねえよ僕の心のメールが全然来てねえ、はい、心のメール、あの歌聞いてみたいな、あーもうそろそろ秋だな、いやいいよ晩秋だな、いやいやいや、となると上州だな、あのからかげに吹かれてみたい、あの声が聞いてみたいということで、上州の風勝手に観光協会歌う安西はじめでございます。十字の月向井千秋の夢、田山片井の布団、木枯らし紋次郎の用事、上州の風吹かれているよ、感じているよ、夏は間近、今宵限りの月、見上げる夜の空、離れ離れの古墳、赤城の山の涙、上州の風吹かれているよ、上州の風感じているよ、上州の風私もあのシャンプーをイエス外人にイエスって言われた時はああいうことなんだね、嫌だ ね、 嫌な感じですよね、もう本当にね、はい、困っちゃいますね、はいよ、はい、というわけで、今日もたくさん来ておりますが、はい、どうですか社員の調子は、社長どうですか、社員の調子は、社員の調子は別に会社員じゃないから俺どうですか、大社員の社員じゃないんですけどね、あれじゃないですか、はい、だいぶあれじゃないですか、感じに乗ってきてますよ。まあ、はっきり言って、風呂で練習したりは。嫌になりますよ。あ、そうだな、もうそうだなと思うとさ、やっぱりなんか、こう、リズムに乗っていくっていうかな。いいですね、はい。自分の己のものを見つめながら、己のものをマイクして。マイクを、マイマイクを。マイマイクして、
あの狭い風呂なんでこう足を上げますとマイクがずっと近づいてくるようになって加えられんじゃねえかなと思ってたまにちょっと調整してみるんですけど、温泉ハッピー入れてますからあの硫黄の匂いしますからダメなんですけど、601ハッピーいいですから入れた方がいいですよ。それを嗅ぎながらライミングするといい感じなんじゃないですか。そうですよね、硫黄を嗅ぎながらね、いい感じなんですけどね、はい、今度はもうあの、はい、ゆうさんのとこみたいに、はい、あのこうやってゆうさんはこう、ね、あの光回したりとかしてんじゃないですか。あ、やってますね、雰囲気出してもらったりね、そのも今後ね、うん、ちょっと明るすぎますよね。こうバーンとお湯張ってもらって、あ、いいです ね僕ね本当にね風呂の中とか、はい、あの寝る時とかものすごいいいの出るんですよ。うん、あのこの間も落語一発出たんですよ、はい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 、一人でですよ落語、あ、いいムードにちょっと照明落としてもらいました。あ、本当だ、あ、来た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 、こういうね、あのなんていうんですか、間接照明っていうかこう音量、光量を絞るとなんかラブホの気持ちになるっていうのはね、何なんですかね、このね、なんか上に星でも見えてるような感じの、昔ありましたね、そういうのね、上に貼ってるんですよ ね、よく貼ってあるだけなんですけどね、はい、どうですか、もう割とラップとかの人が出てるとつい見ちゃうようになったりね、してるんですよね、あ、ケツメイシだなんつってちょっとゴンゴン、それじゃない、そこじゃない、あそこはあそこじゃないなんつってね、つい口ずさんだりしちゃってるんですよね、これ、これも下ネタでいけるな、そこじゃない、もうね、そば食ってたらね、またかかってきたから、そば食いながら、そんそんそこじゃない、あそこはあそこじゃないなんつってね、乗ってちょっとね、一緒に食ってる人に気持ち悪がられたりしてるぐらいな、ぐらいな乗りっぷりですよ、俺は。そうですか。はい。はい、最近はもうすっかり生活からしてもヒップホップと。そうですね。もうあんまり吉田拓郎とか出ないんですもんね。あ、もう出ない。これこそはと、みたいな洋服が。今無理してましたもんね、今無理ですよ。自然出ないんですよね。出なくなりました。中央線をあの子の胸に突き刺されみたいなのがよく昔は出てたんですけど、最近はもう、こう、切ったフレーズで出ますね、何でも。今度の、今度のライブ、ね、スチャカタパーさんと一緒ってことは、まさか一緒にやったりするじゃないですか。え、ひょっとして。言ってくださいよ。僕、この間、あの、大月くんのやつで、ライブ出してもらって、下ネタなんでだろう、やったんですけど、聞きました、聞きました。エレキギターの音がうるさすぎて、はい、よく聞こえてなかったって言うけど、はい、そうしたかったわけですよ。むしろね。で、エレキに勝った、たまに勝った俺の声がたまにチンパッと聞こえるわけです。その楽しみじゃないですか。豪音の中に。豪音の中にたまにプッと目を出すのがあるんですよ。で、その新芽を見てもらって楽しむっていうことじゃないですか。なるほどね。そんなね、ストレートに聞こえるんだったらラジオでいいじゃないですか。ライブ感っていうのはそういうことだったらひたすらチンポだけで叫んでりゃよかったんじゃないですか。そうなんですよね、まあ、まあそうなんですけどね、はい、まあ、そうですか、はい、これはもうとっても気になってます、はい、なんかまたちょっとです、ちょっとなんか新しい展開になってるらしいので、はい、あ、そうですか、今日も大変期待しております。わかりました、はい、はい、では、はい、参りましょうか。ちょっと待ってください、鶴子鶴子鶴子、いや、それで、カツラザコまでお前ね。それでほら、正規手に落としていったら、ほら、落語家に落としていく。始まってる時にやってるあれが良かったです、すごく。あ、そうですか。ワン、ツー、ワン、ワン、ツーみたいな。あ、ワン、ツーみたいな。ワン、ワン、ツーみたいな。副賞でございますとかね、こう、いろいろ関西系の落語家の人の声を借りていくと、スーッとライムに入れるんですね、僕の場合。はい。はい。じゃあ、そろそろ、はい。参りましょうか。はい。ここのコーナーが一番緊張すってね、はい。そうなんですよね。ベカちゃん、ベカちゃん、ベカちゃん。今、藤本義一が、ベカ子のことを呼んだ時ですね。ベカちゃん、ベカちゃん、ベカちゃんどうやねん。ベカちゃん。あ、わかった。はい、わかりました。わかりました。今、ベカちゃんじゃないですけどね、名前ね、ベカ子ではないですけど。はい。早速参ります。すみませんで、あ、これちょっと今シジャクさんなんですけど、すみませんねはね、すみません、はい、オッケー、わかりました、はい、早速ご紹介いたしましょう。六代目諸葛でございます。六代目諸葛でございます。死んでるじゃないか、はい、早速ご紹介いたしましょう、はいはい、四ツ谷のイーフミヤロMG シャイン下ネタライブ MG シャイン、イエイエイ、これが渋谷のドン、ビッグコッタ、ケイラブシャイン、アトミックボーン、アトミックボーン、今から俺のマイメン、いやマイプラザ、ファミリー、やつが噂の MJ、シャイン、シャイン、シャイン、やべえの聞かせてくれよ、くれよ、くれよ、くれよ。これ本人が言ってるじゃないですか。ケイラブシャインさんまで参加っていうことになりましたね。ついに来ましたね。あとはもうエリック・クラプトン入れればもうこっちのもんですね。関係ないけど。うん、そうですか。二角と遊ぼう、二角と遊ぼう。兄ちゃんも母ちゃんもよたちに。餃子食べるけど。うん、出てから。うん、二角。はい、はい、はい。
結構ありますんで今日はね。渋谷のドン、渋谷のドン、サンキュー、サンキュー。ベラマッチャー。みんな、カツカツジオ、ベラマッチャー、ベラマッチャー、ベラマッチャー。あ、イェーイ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 。EH エリック耳動いた。EH エリック耳動いた。イェーイ。あ、イェーイ。象印のマーク、安西さん考えた。イェーイ、イェーイ、あ、イェーイ。あ、イェーイ。そう。中村京子ちゃん女相撲、イエーイ、女相撲、イエーイ、女相撲、夏場になったら黒秩父、イエーイ、黒秩父、イエーイ、イエーイ、イエーイ、宝島の西袋、あだ名は袋、やっぱり袋、袋、袋、イエーイ、イエーイ、やっぱりハゲてる人のあだ名ハゲ、やっぱりハゲてる人のあだ名ハゲ、デブってる人のあだ名デブ、やっぱりそう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 。泉あさとみ、高校時代のあだ名聞いたらあだ名白豚、やっぱりそう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 。ローリー寺西、若い頃電気豚うなぎあだ名、やっぱりそう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 。もし進歩ダンスの角にぶつけたらすぐに俺に言え、おや、あいえ。もし進歩のためなら何でもできると言うならすぐに俺に言え、イエ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 イ。もし寂しくなったら進歩をそっと握れ、いい話だ、イエイエイ。友達いるぞ、いつもいるぞ、イエイ。フレンズ、フレンズ、フレンズ、イエイエイエイ。もしチンポが何でも鑑定団に出されたらすぐいい仕事してますねと言え、言えと言うか言わせろ、あのおっさんに言わせろ、言わせろ、言う仕事、言う仕事。地方に行くのはビシバシステム、いつも決まってるビシバシステム、ビシバ、元ビシバ、イエー。もしウルード氏の生まれのチンポだったら人の4倍使い込め、イエー、使い込め、使い込め、コメ、コメ、コメディナンバーワン、コメワン、イエー、坂田敏夫、前田五郎、イエー、イエー。もしチンポが3本立ってたら携帯電話が使えるぞ、使えねえぞ、立ってなかったらいつも圏外か。もし樹海でチンポで迷ったら、違うわ、チンポで迷うことないわ。もし樹海で迷ったらチンポの刺す方角に進め、yeah、いつも矢印、yeah、矢印サイン、yeah、もしチンポが現行犯で逮捕されたらすぐやってませんと言い訳しろ、うん、生活の知恵、知恵、知恵の輪、イエー。もしお前の担任がチンポだったらすぐ学校を辞めろ、ねえ、ねえ、俺もそう思う、俺もそう思う、俺もそう思う、イエー、イエー。もしチンポケイン小杉が登っていたらファイト一発言ってやれ、イエー、イエー。落ちそうだからね、yeah、 いつもニュースケイン小杉ぶっちょうずらものすごい怖い顔、スポーツニュース怖い。もしチンポしゃぶらないといけない時が来たら砂肝だと思え、yeah、 yeah、 砂肝だと思え、yeah、 一番おいしい鳥の中砂肝おいしい、yeah、 じゃないコリコリしてる、yeah、 もしチンポが大きくなってきたら輪切りにしてミミガーだと言って沖縄料理にしろ、yeah、 ミミガーは耳だけど顔はチラガー、yeah、 チラガー、スラという意味チラガー、yeah、 沖縄料理。もしチンポが冬ソナに出ていたらすぐおばさんたちのブームが来るか、イエー、そりゃ来るだろう、そりゃ来るよ、間違いない。ミニョンさん来るぞ、ミニョンさん。もし学ランの第二ボタンがなかったら
代わりに玉金ちぎって渡せ。言われない、もともとモテてないそんなやつ、言われることない。もし座禅で足がしびれたら坊さんのチンポで殴ってこらえ。いえそんな修行ない、そんな修行ないぞ。あいえ、もし卒業証書を入れる筒なくしたらチンポに巻いておけ。卒業、イエー、卒業、卒業、イエー、あ、あ、イエー、あ、あ、イエー。もしチンポが音に合わせて踊り狂うならすぐキディランドに売り込め。イエー、ダンシングフラワー、イエー、ダンシングフラワー、イエー。もしライブドアの社長がチンポだったらすぐストライキを起こせ。OK もちろん、あ、イエー、 OK キリールの方だね、 OK。 もし生理になったらすぐなんじゃこれはと言え。イエー、優作松田、イエー、ジーパン、ジーパン、なんじゃこれは言いたいところだ。もし満員電車で危ないからこれに捕まりなさいとチンポを差し出す親父を見たら、お前の方が危ないと言ってやれ。当然、イエー、当然、イエー、常識、スタンダード。もしもチンポでピアノが弾けたなら、お前のチンポを情報を曲にしろ。イエー、わかんない、年行き西だ、イエー、釣りバカ、チンバカ、チンデカ、そんなわけねえだ。探偵して泣いてるばかり、イエーイ。あ、うまいね、イエーイ、オッケー、乗ってるぞ。もし見てはいけないと言われた部屋をこっそり見たらチンポが旗を折ってるぞ、イエーイ。民話の世界、イエーイ、柳田国夫、イエーイ、東、イエーイ、イエーイ。もしボクサーがオナニーしてたらリングにかけろ、イエーイ、イエーイ、車田正美、リングにかけろ、うまいこと言う。クリトリスをダブリクリックしたいやつはすぐアビバに行け。なんでだよ、なんでだよ、わかんないぞ。もし犬がお前のチンコに吠えていたら狩りを広げて威嚇しろ、イエーイ。エビマスとかいいじゃねえか。イエーイ、今日のエンジェルシャインこれにて終了。イエーイ、ケダブシャインどうもありがとう。ケダブさんも応援してくれます、ありがとう。下ネタライム MJ 社員採用者はラジオネーム坂木場 JJ さん、アンナルトゥヘブンさん、味噌時間のんさん、ハンナンゲで町おこしさん、月井島さん、マンクジル MJ 読めないツーノさん、クンニストさん、ジェフベックンさん、トーマスゴーさん、変態ダーモノさん、キャンメルトゥーさん、おじじさん、タスクニクバさん、ゆるキャラ2号さん、バニナズラックさん、半角ダマさん、以上16名さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。もう部屋の明かりは消して、あ、消してじゃないや、明るくしてももういいです。ありがとうございました。ちょっとやっぱり暗くなるといいね。僕暗くなると強いんですよ。あ、本当、割と強い方なんですよ。ありがとうございます。もう見えてないと空思えば、もう何でもできますから俺は。もうそのためにサングラスかけてるような人間なんですから。なん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 、このいい感じにまた、うん、なってきます。ちょっと、はい、レイドバックした感じがまた、はい。まあいい感じになってきたなと思った時に上から怒られるんですよね。大概ね。そういうもんなんですよ。これが反感反面ってやつですよ。反感を変えますからね。はい、うまいこと言いますよ。そうですね。はい、ありがとうございます。というわけで、もう本当に頭のところの MC とかいただいたりもしまして。ケイダブさん、ありがとうございましたね。はい。ぜひともこれ使って、ケイダブさんまたライブやってくださいよ。はい。いつでも、ネタは提供するようにしますんで、こちらね。はい。これでやりたいだろう。KWTR2 っていうね、また新しいユニットですね。これな。これいいですかな、これ。いいですね。いや、本当にヒップホップって素晴らしいもんですね。あ、そこじゃないの。ケツメイシもよろしく。また送ってください。お願いします。そのやつでも歌いたいと思います。単なる替え歌って。はい、どうぞ。あー、すげえ。あ、今。はい。あ、やっぱり来ました。メンズの。あわやサンジさんからメールが届きました。なんて書いてあるの、ラップのコーナー、うん、あれはかっこいい。またかよ。今日もかっこよかった。ありがとう。こんだけ来ました。ありがとう。ありがとう。君彦ありがとう。本名言っちゃった。
はい、どうぞ。というわけで、それでは次のコーナーに参りましょうか。相当シネマ見るならこれでしょ。はい、今日はですね、アイロボット。僕ね、今週、はい、アイロボットかビレッジかなと思ってちょっと調べてみて、随分考えたんですけど、はい、つまんないだろうとちょっと一瞬思っちゃったしね。アイロボットに対してですか。大概ね、この人出てんのね、ろくなことないかったんですよ、今まで。ウィル・スミス。はい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 。僕、この人の見ましたね、あの。ちょっとおちょけでしょ、この人。犬と一緒にやってるのありますか。そう、犬とやってんの。ウィル・スミスが。勇敢じゃないですか、やめてくださいよ。何言ってんの。それは、あれでしょ。あの、竹地軍団がよくやってますよ。正月特番でよく犬と絡んでるやつでしょ。あれは最高ですよ。あれを見るために正月が来るみたいなもんですから。本当楽しいわ。はい、あ、楽しみね、ウィル・スミスのね、アイロボットですわ。アイ・テンロボットって書くんですよ。アイ・テンロボット、はい、今ね、点を打っていくの流行ってる。世界の中心でテンみたいな。あ、丸はないっすよ。丸はほら、今までモーニング娘。丸みたいな、はい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 、今度点ですわ。今は点ブーム来てますわ。点ブーム、はい、中黒ではなく点、はい、点ブーム。だからびっくりブームも来ようと思ってマッハなんていっぱいびっくりつけたんだけど、思ったほど伸びなかった。あれ面白かったんですけどね、残念ですけど。また今回も、はい、たくさん僕これでまた見に行きますからね、本当に、はい、はい、見に行きます。お願いしますよ、はい、言ってるんですから、本当にいいコメントお願いしますよ。わかりました。今日のようなことがないようにね、ビレッジの今日は、はいはい、渋い方ですよ、今日の見なくていい見なくていいと思う俺あれ。いや、そんなこと言われると見たくなるな。そうでしょ、はい、あ、僕は言えば言うほど見たくなるじゃないですか。はい、見たくなります。おすぎさんは、はい、見なさいとか言うじゃないですか。見なくていい、うん、そうですね、見なくていい。もう途中で落ちが分かった。俺はそうですか、うん、あ、今回は言っときましょう。生ハゲ、生ハゲ、なんだ生ハゲ。はい、どうぞラジオネームガッタのガタさんから来ました。そうそう、シネマアイロボット。卓球の愛ちゃんが大人の女に変化していくと同時に声もハスキーボイスになってしまい、試合でポイントを取った時のさあの掛け声が出せなくなってしまう。そこで永遠にあの掛け声をキープできる声ロボットを開発する。愛は愛でも飯島愛の掛け声をインプットしてしまったからさあ大変。とにかくやる気のない声に全米がなえる。全米ですか。全米。なんで全米なんですか。日本じゃないんだ。全米がないんですか。はい。なるほどね。もうどんどん海外に進出していきます、ね。卓球の愛ちゃんは主演いけるね。あの人はね、キャラがいい。キャラが よろしいですよ。あれは。あの人はいい顔してると思いますね。僕はい、顔がいいっていう。僕顔好きなんですよね。なんか、エビスさんも好きなタイプだと思うんですよね。エビスさん好きです。エビスさんが好きなタイプです。エビスさんはピンクの電話の。太った方が好きです。あ、そうですか。世界一。ちょっと待ってください。ピンクの電話の太った方ってアバウトすぎませんかね。まあ、わかりやすいんですけど。まあ、オセロの黒っていうみたいなものですよね。まあ、そうですよね。太った方です。太った方です。そうですか。はい。それは素晴らしい。ラジオネーム、セックス須藤さん。セックス須藤さん。そんなことないと。あ、違うんですか。はい。想像しねえ。杉作ジェイ太郎がついに作り上げた、カゴちゃんにのロボット、アイ。あんなこともこんなこともできる愛、これ以上は言えません。見てください。あ、なるほどね。あ、そういうことですか。杉作さんは映画撮りましたよ、一本撮って、はい、でこの間聞いたらもうだから上映しないのって言ったら、上映しちゃったら寂しいじゃないですか、よくわかんない監督ぶりですよ。なんですかそれは。上映しちゃったら終わるじゃないですか、いつか上映は、はい、寂しいじゃないですか、もう一本撮ろうと思ってなんでですか、どういう意味なの。まあ前撮った映画作品が1時間作品だったらしいんですよ、はい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 、だから2本立てにしようっていうことらしいんですよ。ほんで出てくださいと言われて、なんかつい出るって言ったんですよ。あ、いいですね。もう早速自分の連載のハイパーホビーのとこに三浦が出ると書いてありました。あ、楽しみや。クレイジーケンの人ももう OK を取ったぐらいまで大きく書いてありましたよ。はい、書いてあった。いいですね、これは。でもそんなん別にわかんないですからね。その僕死んじゃうかもしれません。階段から落ちますよ俺。ヌード。階段落ちます。ヌードとか。何でもどんな役でもいいんですからって言ってました。嘘、杉作さん。だからヤンガの人の役やらせてって、はい、もうやりたいんですよ。気流しの、はい、構想してるような、ね、はい、やりたいんですよって言ってたんですけどね。まあいつ撮るのか、11月撮るって言ってましたよ。はい。むしろすごい怖いかもしれませんね。そうですね。怖い。僕、
僕ね大学時代ね眉毛剃ったことあるんですよ、はいはい、真ん中が繋がったもんで電気カミソリで真ん中ポンと押されたらジューって言って半分以上なくなっちゃったの。これはやばい、もう学校に行かなきゃと思ったから、もうちょろっとあんだったらない方がいいだろうっていうやっぱり陰謀発想ですよね。だから全部剃っちゃったら違う意味で怖かったですよね。で僕その時あの大衆浴場で時計をね盗まれたんですよ。でもうすごい結構高い時計で悔しかったんで、マジックで時計の絵を描いてたんですよ手に。マジックで時計の絵を描いてて眉毛ないんですよ。ものすげえ怖かったということでしたわ。はい、その時計、高いいい時計だったんで悔しかったのに絵描いたんじゃ何の意味もないじゃないですか。でもほら犬が死んだ時思い出の犬の絵描くでしょ。それみたいな感じで思い出の時計のこんなんだったっつって腕に描いてみたんですよ。余計悲しいじゃないですか。キューンとしてクーちゃんみたいなキューンとしちゃった。クーちゃん。ほんでカチカチカチって音がするから走ってこうドア出たら時計がいっぱい来てんじゃないかなと思ったんだけど来てなかった。そうですね。寂しかったですけど。はい。あのお父さんは、あの犬が訪ねてくるじゃないですか。はいはいはい、あのお父さんは何？あの父子家庭だったのかな？じゃないんですか。ねえ、お母さんいないかってね。はいはい、ね、あの結婚なさいましたよね。あの娘さんを結婚なさって、はい、犬と泣いてましたよね。はい、で今はお一人でお住みですよね。あれでもあの時に奥さんいませんでしたっけ？はい、奥さんに出ちゃったんだ。奥さんいたよね。奥さんいたよ、あの結婚式の時に。いたいたいた。両脇いたよね。奥さんと、あの、お父さんだよね。別れちゃったんだ。別れちゃったんだ。え、あの感じは一人で住んでる感じだよね。一人だよ。あのアパートの感じはね。ああ、そうだ。きついな、それ。あ、きつい話だね。あれ、きつい話なんだ。アイフルは。そうか。そこまで深かったのか。大変なんだね。そうか。やっぱり事情があるんだ。あるんですよね。はい。ソゾシネマの続きでよろしいでしょうか。はい、ロボット。はい、お楽しみ。お忘れてないでしょうか。わかりました。はい、ラジオネーム、ゆうけら2号さん。ゆうけら2号さん。おります。ソゾシネマ。2035年しかん。2035年、だいぶ先ですね。一般に普及したロボットには重要な規則、ロボット三原則が定められていた、すなわち、人を傷つけてはならない、なるほど、方形をバカにしてはならない、それはあるね、俺の恥ずかしい過去はもう忘れてくれ、しかし、ロボットに、恥ずかしいの定義がわからないロボットたちは、俺が二十歳過ぎたのに自宅でうんこを漏らしたこととか、吉岡さんの上履きの匂いをこっそり嗅いだことがあるとか、他人にペラペラ話し始めるのであった、吉岡さんごめん、そしてありがとう、なんかそんな感じの映画、近日公開。それ日記なんですか、その人の個人的な、すごい思い出が入ってるよね。思い出が入ってる、はい、なるほどな、そうか、そうなんだよな、30年ぐらいかな、なるほど、相棒みたいなことかな、相棒ですね、相棒、相棒なんて言うね、相棒、相棒ね、あ、相棒から来るの、相棒ってアイロボットでしょ、あれ、なんね、多分だと思うんですけど、はい、こんなストレートにちゃんとしたこと言わなくていいじゃないですか、はい、本当にアイボでバター犬出るといいですよね、いいすね、本当にいいと思いますよ、バター犬、ね、が出ると便利だと思う、はい、そんなことないと、はい、あ、違うんですか、いらしたらジョンネームゲッツイシマさん、はい、ました、ゲッツイシマさんはいつ仕事してたり、いつ学校行ってたりするんですか、もうだんだん心配になってくるんですよ、ったのがったと、この二人はいつ他のことをやってるんですか、心配だぞ、だろうね、そばに行ってちょっと行ってあげたいぐらい、他のことをやってらっしゃるのかがちょっと興味出てきました、もうこれはギャラとか払わなくていいんですかね、こんだけ、もうそろそろね、ギャラが発生してもいいぐらい溜まってるような気がしますね、本当はね、そろそろ ね、積み立てましょうか、本当はね、頑張りましょう、ね、はい、そうですよ、あ、その代わりに T シャツとかいろいろあげてんじゃないですか、そうですよね、まあそんでチャラにしてもらっていいですか、迷惑、ね、北京ダック終わらなくていいですよね、いいですね、大丈夫ですよね、ですね、はい、はい、あそこの北京ダックラジオネームゲッツイします、想像しねば、モンキッキになっても仕事が全く増えないお猿に細木和子が今度はあんた芸名アイアイにしてお猿さんだよの新曲を出せば絶対売れると予言、渋々解明するお猿になんと山城慎吾との復活アイアイゲームのレギュラー出演依頼が、しかし、ケーブルテレビで山城にアナルをちょめちょめされズボッと地元を入れられるだけだった、ちょっとよくわかんないんですけど、そこら辺がなんかそこら辺がストーリーが急展開してるんです、一体どうなる、アイアイズボッと近日公開、なるほどねということはもうあれモンキキが主演っていうことですよね、モンキキが、これでもアイアイズボッとでしたね、僕あの
モンキーさん、かつてのお猿さんが来た時に、前一回温泉にね、お猿&おかんやられた時に、はいはいはい、あれは大変でしたろって言ったんですよ。温泉旅行行くんですよ、二人で。普通、関西で、おかんと組まされるって罰ゲームなんですよ。はいはいはい、だから、わあ、ええー、親孝行させてもらいましたねって、ストレートに言ってられましたんで、とってもいい人だと思うんですよ、僕。そうですね。お猿さんって。僕ね、お猿さんと、そうですね、善次郎。僕ね、言いますけど、はい、僕ね、それは僕見てないんですよ。僕見なかったんですけど、ルミネの悲劇っていう日があったらしいんですよ。新宿のルミネの悲劇っていう日があって、はい、それはもうドーハの悲劇みたいなんですよ。その時は笑い飯とか、はい、ロバートとか、うん、いろいろもう人気者が出てて、はい、もう立ち見が出るぐらいのルミネだったらしいんですよ。で、その時に、キャンキャンっていう人でしたっけ、はい、お笑いが、はい、ちょっと急遽出られないんでっていうことで、なんと、善次郎さんっていうことで、はい、紹介された時からもうシーンと水を打ったようになって、で、なんか、OL のコントをやられたらしいんですよ。まあ、聞いた噂ではね。はいはいはい、で、OL の、こう、はぁ、疲れたっつって上着を脱ぐと、はい、ビローンとこう、ついてるおっぱいが出てきたりするコントだったらしい、一人芸だったらしいんですけど。一人でしょ、ね、でも、もうみんな、唾を飲む音すら、もうちょっとしたカサッという音すら聞こえるぐらいな、はい、もう本当に、なんて言うんですかね、まあ、京都いう苔寺みたいな、静寂が訪れて、はい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 、で、もうその静寂にもう息を飲むようになっちゃって、うん、で、ずっと、その演劇が、うん、で、それが終わってから、あまりにも驚いて、拍手すらなくって終わったっていうことで、次に出てきた人は、善次郎さんにはなりたくないっていう、次の若手が言ったぐらい、ルミネの悲劇っていうのがあったらしいんですよ。これ、多分これ聞いてる人、もし見てたら、あの日の悲劇だと思うと思うんですけど、ね、ですか、あ、すごかったらしいんですよ。そうなんだ。完璧に笑かさないっていうのもね、すごいですよ。いや、水を打ったようにシーンとさせるのは相当ですよ。出てきた時も、うん、帰る時もですよ、うんうん、拍手すらないわけですよ。てか基本的に、はい、足を運んで笑いに行ってる人ですからね。そうですよ、まあ、基本はそうですよ、基本はかなり受け入れ態勢抜群ですよ。そうですよ、まあ、言ってみれば濡れ濡れって状態じゃないですか。そうですよ、もう挿入かじゃないですか、ね、もう笑いの挿入かなのに、しかも乾燥しちゃった状態ですよ。そうですよね、引き潮ですよ。もうね、普通素人が出ていってもね、薬ぐらいありますよ多分。だもん、僕素人なんで、そのとかなんか失敗したりね、はいはい、あると思うんですよ。広いところってあるんですよ。あると思います。完璧になかったんです。完璧、パーフェクトだったらしいです。ですね、そのパーフェクトさにもうすごかったと。もう、笑い飯も面白かったし、うんうん、ロバートも相変わらず面白かったけど、善次郎には勝てないっていう話だったね。すごいよね、それはすごい。僕らでも、ほっと受けないネタでも、ちょっとぐらいは笑ってくれるじゃないですか。あのね、失笑っていうのがありますからね。失笑すらない。懺悔の値打ちもない。北原美玲ぐらいな状態ですよ。これはね、今お笑い界に一番重要な、もう世界を震撼させるデイアフタートモロー的な寒い寒い氷河期がやってくる笑いなんですよね。これはね、僕ね、本当にね、素晴らしいと思った。すごいですね、はい、それがいわゆる八百井系ってやつですかね。全然意味が違う。関係ないです、はい、それがルミネの悲劇と言われてたことです。そうですか、ね、はい、ご飯もぜひ。八百井系って全然話違いますよ。違いますか、はい、そうですか、ぜひともですね、はい、そういう証言をいただいて、はいはい、というわけで、もしその実は今の4作品で終わっちゃったんですけど、そうですか、はい、もしルミネの悲劇、もしあの会場にいられた方は報告を待つということでございます、はいはい、常にこの番組の中ではコーナーがどんどん立ってますんで、そうなんですよね、はい、ものすごく受けてなかった人を見たって、ね、衝撃なんですよやっぱり。あの人すげえ受けてなかったコーナーお願いします。やだな、俺とか来たらすごい、もう頑張ってもう失笑でもいいから撮ろうとしてる人間にしてみたらね、はい、はい、ということでアイロボット、アイロボット4作品、ね、届きました。アイちゃんできますかね。アイちゃんできますか。アイちゃんの、映画描きたいんで、アイちゃんの T シャツを送らせていただきます。はい、ラジオネームガッタ野方さん、はい、またすごい、はい、当てますよ。もう何着持ってるか分かんないですけど、毎回違うオリジナルですからね。オリジナルっていうのは一瞬イメージ嬉しいけど、おかんのソープバスケットとかと同じことで、もう手作りっていうほど嫌なことはないですからね。そうですよね、はい、でも悔しいですね。MJ 社員も書いた上に、ここも相続シネマまで捉えちゃう。これはまあ、まあ、今2巻も達成してますよ。まあ、そうですね。まあ、まずい。はい。俺はなんとか、3巻だけは、はい、阻止しましょう。何のためだかわかりませんが。はい、どうぞ。曲に参りましょう。はい、どうぞ。
私のリクエストでございますが、よろしい。油肩ブラって懐かしいじゃないですか。はい。違うじゃないですか。油肩ブラですよ。あの油肩ブラ、油肩ブラって昔80年代踊ってたやついたじゃないですか。いましたよね。はい、はい、誰か忘れた。残念ながら。ね、あ違うんですか。はい。油カダバー。カダバー。って言うんですか曲名。多分、アブドラザ・ブッチャーみたいな。アブダカダブラのことだと思いますよ。そうですよね。アブダカダブラですよね。はい、これを、あの、J-Wave 的に発音すると、はい、アブダカダブラ。アブダカダブラ。アブダカダブラ。でしょ。オンテーボ。アブダカダブラ。アブダカダブラ。カダブラ。はい。歌います。ハイブス。ハイブス。もう背が高くいいんだけど、すごいみたいなね。ハイブス。もうこれあの、アンダーさんが持ってくるレコード、注目しております、ね。いやいや、もう真ん中分けですから。どんな人なんですか真ん中分けの人。はい、真ん中分けで。真ん中分けじゃない。真ん中に寄せてるんだ。こういう女ですか、何ですか、男の人ですよ。男の人はい。真ん中に分けてる。はい。こういうんですよ。もう変わった人です。まぁ、あ、ちょっと、賑やかしに聞いてやってください。はい、わかりました。はい、ハイブス、アブダカブダブ。先ほど、はい、先ほど、はいよ、創造シネマ、あ、創造シネマ、来週のテーマはタクシトモロー主演の、はい、マスクド法案、僕これ見ましたからね。見たんだ。見たストーリーとそっくりやつ送ってくださいよ。僕見ましたから。面白かったですからこれ。面白かった、ね。面白かった。はい。言わないけど面白かった。多分皆さんの想像してるやつ一緒だと思う。そうですか。うん、多分一緒だと思うんで。マスクド4-1。これお願いします。マスクド4-1。はい。エアフォース1じゃないですよ。マスクド4-1。今どこで公開してるんですかね。公開中ですかね。公開中ですかね。まだやってますよ、これ。はい。じゃあまあ、そうだったですよ。ひょっとしたら、まあ見て、うん、見てから送る人もいるかもしれないですね。今ですね、マスクド4-1、はい。これね、はい、どこでやってんのってね。どっかでやってる。はい、わかりました、うん。どっかでやってるということでございます。と、はいうことでございます。こういう情報番組もいいね。どっかでやってる。まあ、どっかでやってますから、ね、必ずどっかでやってるもんですよ。どっかで買えると思います。そうですか。なんか普通のお便りが来ております、ね。はいよ、どうぞ、読んでみましょうかね。中間も、あ、これですね。昨日の夢。早速来ております。はいはい。昨日の夢から聞かせてください。もう本当にね、これ試練です、はい。人の夢聞くの大嫌いです。です人のおならと人の夢は大嫌いです。はい、そうですか、はい、酔っ払いトマトさんから来ております。うん、いや、夢クラブって自分でもタイトルですけど。あ、夢クラブ。はい、夢クラブですね。はい、昨日の僕の夢は、うん、犬が散歩中に延々とうんこをし、うん、それを延々と拾い続ける夢でした。これはね、あの、フロイト的に言うと、はい、あの、詐欺していない。ああ、ね、思いますね、やっぱりね。あ、排泄物とか、はい、排泄物になってますね。ううすね、あの、ちゃんとして、あの、うん、使ってくださいと。あ、アナルを使いましょう。正しい。アナルを使いましょう。アナルアフェア。わかりました。続きまして、はい、ラジオネーム、ドルショックさんから聞いてですね、よく聞いていただきたいと思います。はい、森山良子の娘、森山直太朗の妹として、前衛バレエを踊る夢を見ました。え
そんな夢見たんですか、はい、森山良子さんの。はい。森山良子の娘、ね、森山直太朗の妹です。妹になりますよね。前衛バレエを踊る夢を見ました。ああ、これは結構複雑ですね。処女貫通と題して、処女貫通と題して、はい、して母、良子に、電気あんまをかけられながら踊る私。夢だからって言ってね、ひどいこと言うのはダメだと思うんですよ。それは夢じゃなくてダメですか、うん、ダメですよ。それは、はい、雑誌のインタビューで意気揚々と自らの家族のファンキーさんについて語ってしまいました。はは親戚はムッシュかまやつさんですもんね。そうですね。ムッシュさんは出てこなかったんですね。ムッシュさんは、ギャラの問題ですね。情報に入ってなかった、ね。こちらも夢来ております。うん、ラジオネーム。まあ、みんな、やっぱり夢語りたいんですよ。鼻毛で待ち起こし。はい、どんな夢見たんですか、昨日は。先日、別れたばかりの彼女のアナルを舐めまくる夢を朝方から見る。そんなね、特定の夢ばっかり見てる人の夢なんですか、これ。はい。普通の夢もあるでしょ。そうですか。はい。朝方目が覚め、勃起してました。いい夢だね。幸せじゃないですか、それ。ね、いい。これはね、はい、今一番乗っているってことを、体調がいいってことなんですよ。体調がいいってことですね。はい、そうです。体調がいいっていうことです。はい。わ、はい、かりました。簡単にそんなことです。はい、普通のお便り、なんか、はい、ちょっと読んではどうでしょうか、はい、これ、ラジオネーム、モットーさんから来ました。はい。リクエスト。リクエストなんてあるんですか、はい、小袋の10月14日発売。僕、小袋嫌ですよ。小袋やめてくださいよ。お、リクエストします。ということです。普通のリクエストなんですか？はい。書けません。書けません。普通のお便りつったじゃないですか。書けないですよ。なんで？なんで？だってレコード会社の人がいくら売り込んでもほとんど書けてませんから、この番組。皆さんのリクエスト曲なんてかかりませんよ、この番組で言っておりますけど。あれ初めからの方針じゃないですか。ちょっと待ってくださいよ。しっかり言ったじゃないですか、そんなこと。リスナーっての J-Web じゃないですか、ね。そんなの自分で買って自分の部屋で聞いてくださいよ。お願いしますよ。ちょっと待ってください。ストライキ起こされちゃいますよ。こんなことしてたら。かからないよ。大丈夫ですか、もう。びっくりしました、今。そうですか。かけようかなとすら思ったぐらいびっくりしましたね。来週ぐらいかけましょうよ。そうですか。もう、あまりもびっくりしましたから。あまりもびっくりしたからね。はい、わかりました。続きまして、もう早速来てます。はい、お手柄、お手柄第一通報のコーナー、うん、来ました。通報させてもらいます。はい、はい、もう皆さん心して聞いていただいて、はい、通報させていただきます。はい、はい、お願いいたします。ラジオネームそれいけザンパンマンさん、うん、今週末、うん、秋葉原で行われる、うん、適当なアイドルの握手会に、あ、適当なアイドルの握手会に、はい、チンポを触った手で行きます。通報させていただきます。これはやばい。これはやばい。これね、彼だけじゃないからね、これ。これは。アイドルの人にちょっと話聞いたことある。それだけが嫌だと。きっとそうだろうと。もうアイドルやめましたよ、その人。あ、そうですか。昔アイドルやってた人ですよ。高橋なんとかっていう。もう嫌だと。きっとそうに違いない。ぬるってしてたりとかするんですか、ね、ほんでね、アイドルもね、あれですよ。知らないふりしてるだけで、分かってますよ。そんなの、ちゃんと言わないだけで、ああ、またこの手かよと思ってますからね。相手はね。あれですかね。並んでる間もずっと入れていくんですかね、こう。いや、それはちょっと、それか、よくポケットにこう、はい、穴開けて、こうやって、横から。それはまた今度、銀杏ボーイズのミネタ君に呼んで、アンズサユリの、握手会の時、どうしてるかっていうのを聞いてみたいと思います。あの人が何回も並んでいますんで、はい。偉いんですよ、あの人は。続きまして、また大借金のコーナー、来ました。ラジオネーム、クワマンさんから来ました。どうも、田代正史が何かしそうですので、通報します。大丈夫です。はい、ありがとうございます。続きまして、あ、第三セクターのコーナー。第三、はい。ましたね。ものすごい小さいコーナー。はい。第三セクターの。今度は何を教えてもらえるんですか？はい。マネーロンダリングってどうでしょうか？ちょっと聞いたことありますよ、その。もうそれはね、もう。その話、出たか出ないか分かんないけど、はい、もう全然聞かないふりしてましたからね、はいはい、そんな話の時は。マネーロンダリング。ああ、僕は違う話なんだな。これは、なんか、こう、あっちの世界の話なんだろうなと思った。ね、天国とかの。これって3回続けて言いにくいですね。マネーロンダリングっていうのか。マネーロンダリング。マネーロンダリング。マネーリンダロングじゃないですよ。わかった、はい。リンダロンシュタットでもないもん、ね、ですよ。マネーロンダリング。はい、マネーロンダリング。これ、ロンダリングって何よ。わかんないですよ。マネーはわかりますよ、俺だって。ロンダリーって何？ロンダリー。わかんない。組んだりみたいな。組んだりみたいな。組んだり。ロンダリー組んだりみたいな。これは何？意味も書いてない、ね。そういうこと？意味は書いてないんです。なんでなの？もう想像するしかありません。想像シネマな状態。あはマネーを
飲んだから飲んだり食ったりこれから飲んだり食ったりした金のことで、はい、4時までの間に適切なところで僕は入れますんで、はい、これで大体分かってもらえると思います。マネーロンダリングっていうのはこういう時に使うんだっていうことを入れていきますんで、いいですね。心していつ出るか分かりませんよ、はい、心してはい。こんだけ知らない大人もしょうがないね、もう本当に。マネーってついたもんはほとんど知らないですからね。わかりました。トラしか知りませんからね、マネーはトラぐらいしかね、マネーは。うん、はい。では、参りましょう。はい、次のコーナー行くよろしいですか。ミスター・グッドマン。本当にいい人多いですからね。ミスター・グッドマン。はい。ミスター・グッドマン。今日はどんな人がいい人なんですか。ラジオネーム、はい、ジージーパラダイスさんから来ておりますんで、ミスター・グッドマンさん、同じアパートに住むおじいさんが、ペリーは良いやつじゃったと言っておりました。ペリーな、来航した人、ね。はい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 。俺もね、あの人の顔を見る限り悪い人ではないと思う。ペリーでもね、僕がね、はい、下田に行った時にね、はい、ペリーのね、看板があったんだけど、はい、バカって書いてあった、ペリーのとこ。目のね、目のあの黒目の部分が緑色だった。外人だもんだって。外国の人なの。といいでしょ。黒目の部分が緑色だったらいいでしょ。はい、いい目じゃないですか。ところが白目の部分が緑色だった。白目。それ異星人じゃないですか。エイリアンじゃないですか。それも危ないな。危ない。あの人は宇宙人だってこんなもん。うん、あの人は宇宙人だって。宇宙人っぽい人って結構いるよね。そのね、ニラザワさんじゃないけど。うん、きっとあの人は宇宙人に違いない。僕ね、うん、本当に若い頃からそう思うようにしてきたんですよ。はい、この人嫌なこと言うなとか、はい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 、この人なんか妙に臭いぞとか思った時に、うんうん、宇宙人だと思うとスーッと気が晴れるんですよ。それいいですね。で、いくら言っても話が分かってくれない人とかいるじゃないですか。ちょっと宇宙人だもんね。俺の顔見ながら言うのやめてくださいよ。宇宙人はしょうがないもんね。ちょっと待ってくださいよ。ラジオネーム鼻毛で待ちおじさんから見ておりますよ。はい、いいですか、グッドマン。うん、私の町の博物館の館長さん、うん、60歳くらいの方だそうですけども、うん、カッパはいい人だと言ってました。カッパ、大きく出ましたよ。カッパをいい人っていうのもまたどうかと思うけども、カッパですからね。カッパは、いいこともしたことあるんですよ。カッパは、お坊さんを助けたりすることも残ってます。でもカッパはシリコ玉を抜くっつって、怖い時もある。ダークサイドとライトサイド分かれてるんですよ。この間カッパ館行ったじゃないですか。カッパ館行きました。あれ、どこのカッパ館でしたっけ？千葉でしたよね。そうです。千葉県のね、カッパ館。千葉のあの、元、千葉市長でしたっけ？市長さんが引退されて、カッパばっかり集めてるね。あれすごかったですよ。あそこの中にの絵で、やはり絵で言うのも変ですけど、はいはいはい、カッパが、水の中で、女の人を強姦してる絵あったじゃないですか。魔物とも思われる節もあるんですよ。でも、カッパの三平って水木しげるさんのやつを見ると、三平って言うんですよ。三平のこと。それ可愛いんですよ。あれはでもカッパが2匹で三平してましたよ。カッパの三平。三平、うまいこと言うな、これ。うまいこと言ってないな、これ。林家三平みたいな話かな、これ。うまいこと言うな、これ。ラジオでもう水木観音さん、ごめんなさいね。お話の腰折って。ミスター・グッドマン。マルチン・ルターはいい人だと思います。ルターでね。俺もね、はい、そう思ってた。うすよね。もうそんな名前なのにさ、悪い人だわけない、うん。犯罪したらすぐ捕まるぞ、ね、マルチン・ルターは。この人も言ってます。マルとチンですから。まあそりゃそうだ。きっとベッドに入っても優しいんでしょ。なんかマインチング・マチコ先生的な、ちょっとエロな感じもすんだ。僕、マルチン・ルターとフェノロサっていうのは、フェっていうところで、女だと踏んでたけど男だった。そうでしょ？びっくりしちゃった。ほら、おのの妹子状態ですよ。そうなんですよね。いい人だと思う。俺もマルチン・ルターはいい。俺もいい人だと思う。はい。俺はもう、ラジオネーム鼻毛で町越しも、はい、グッドマン、井上ひさしさんはいい人だと思います。それは顔で判断したね。はい、あんな人が、犯罪とか起こすわけないもん。そんな水木しげるが描くサラリーマンみたいな顔の人ってね、はい、悪い人いない。それはいない。あ、水木しげる先生の漫画に出てくる。サラリーマンの人ね。僕ね、井上ひさしさんの一時井上ひさしさんの写真を切り取って事務所に貼ってたぐらい。あ、それぐらい僕好きです。
もうね、貼ってみてくださいよ。今ね、はい、ドッキリ星になっちゃった、今。いやいやドッキリして。昔ね、小説とかの宣伝が集英社とか載ってる時にね、よく写真が載ってたもんですよ。はいはいはい、それをね、切り取ってね、貼ってみなさい。それとか、パスケースとか入れてみなさい。井上久志の。そうだね。もう絶対悪いこともできないし、ああ、よかったって、なんか、一日よかったっていう気になりますよ。はい。いいっすね。これから定期券、定期のパスの中に入れる人のね、この人がぴったりだっていう写真募集もお願いします。はい、一応鼻毛で町岡さんの方から、はい、もう一つ情報が来ております、はい、元アナウンサーの福留さんは、はい、見た目いい人そうで実は怖い人だという噂を聞いたことがあります。あ、それは逆のことでしたか。逆のことって言うことですね。あ、そういうね、人のことをこう悪く言ったりするのはよくないんですけども、はい、僕お前はもう死んでいいやつっていうこんな昔やってました、はい、もう2チャンネルの走りのようなことやってます。その時に第1回で福留の巻で呼び捨てでございました。すいませんでした。もう本当すいませんでした。もうこれから宇宙人と呼んでいくわかりました。はい、よろしくお願いします。最後のラジオネームゲッツ石松さん、はい、ミスターグッドマン、んホール&オーツの小さいちょびひげの方、はいはい、めちゃくちゃいい人です、はい、と小林克也がベストヒット USA で言ってました。冴えないチャップリンみたいな人の方ですよ。ちょっと待ってくださいよ。冴えないチャップリン。ボール&オーツの小さい方の人は、ちょびひげじゃないですよ。あ、ちょっといっぱい入ってます。すげえひげですよ。なんかね、俺、こんな。でもイメージちょびですわ。いや、あれ違うって、ちょびの時代もあったのかな。僕ね、あったのかもしれない。ボール&オーツ、あの人、なんか、梅干しみたいなイメージあるでしょ。黒い梅干しみたいな。シュワシュワっとしてるんですよ。で、あの人と、ワムのね、アンドリュー・ジジリ。あれもね、悪い人じゃない。しょぼしょぼだもん。だって、あんな人を悪く言う人の方が悪いよ。そうだよね。ワームの人だっているのかなと思うもんね。でこの人だってホールアンドオーツの人もいるのかなあの人って思うけど、いないと、やっぱりいないとダメ。やっぱりいないとね、引き立たないもん。やっぱり引き立たない。そうだ、絶対いい人だ。あの人はね、紫とか居酒屋行くタイプだと思う。でもね、ホールの方は行かないね。ホールあれは行かないよ。あれ打ち上げ来ないよ。あれ絶対来ない来ない。大津はいつでも来る。うん、4軒目チリンボーまで来るタイプ。来る来る来る。絶対大津は。で、いい店だよねって言うよね、大津は。でもこっちも寄ってんからさ、バカ野郎大津って頭ポンポン叩いてもニッコニコ笑ってるもん。割り箸とか頭に刺さると全然大丈夫してるよね。全然大丈夫、大津は。ほいでさ、人がメニュー頼むと、じゃあ俺なんか、イカ味噌って言うといい。いいねー。あ、言ってくれる、言ってくれる、大津はね。ほんで、白い T シャツさ、ツアー T シャツ着てるからさ、後ろにさ、マジックでさ、琵琶湖書かれて、ここが大津なんて漢字で大津って書かれてるタイプ。でも大津はいいよ。なんて言って大津はいいよ。本当いいよ。それをもうなんかパーティーで着てちゃうね。琵琶湖の T シャツ。大津は、大津はいいじゃん。あれなんでグッドマンになってる。俺も大津はいいと思ってた。はい、やっぱりいいや。このコーナーいいですね。はい、今日なんか一応グッドマンこのコーナー。あ、わかりました。しまして、わかりました。曲ですね。はい。あのね、三浦兄が持ってきました、ね、青山美智さんっていうのがいたんですよね、はい、昔、はい、安西さんのもう年頃バッチリでしょこれ、はい、ポイポイ陽水さんとか円健さんいつも、はい、円健さんはこの曲をカバーまでしましたからね、円健の道音頭っつってね。でまあある筋では結構もう有名なもんですけども、はい、最近 CD 出たんですよ、ミッチーさんの、青山美智さんの、はいはいはい、まあいろいろこうなんかなんていうんですかね、むせび泣くようなサックスとかね、ああいうちょっとまあ日本のブルースみたいなことを歌ってて、割とボーイの人でね、ちょっとセクシーなこともして、ちょっと犯罪の匂いもしちゃったりしてなんか悲しげな、そうなんですよね、ちょっと影のある感じ、ちょっと影のある感じがまたグッとそそったという、今50歳ぐらい上の人のオナペットでございますね。僕は入らないんですけども、僕前からちょっと興味がありまして CD 出たんで買いました。聞いてください、はい、青山美智さんでミッチー音頭。時は素敵な目、夢見ている時は君に優しい目、そうだそうだよ、そうだそうだよ、そうだそうだよ、ご機嫌さご機嫌さ、涙をケロリと忘れたら街に出ようよ、はいはい、風イエイエイ、胸に抱こうよ、はいはい、若い夢イエイエイ、歌って踊ってスタミナつけて
には肘鉄砲、素敵な人にはモテっぽ。そうだそうだよ、そうだそうだよ、そうだそうだよ、ご機嫌さご機嫌さ、恋は地球が燃える生まれ、歌って踊ってスタミナつけて、歌って踊ってスタミナつけて、泣き虫よ虫かくれんぼ、幸せいっぱい食いしん坊。そうだそうだよ、そうだそうだよ、そうだそうだよ、ご機嫌さご機嫌さ、明るく笑って恋をすりゃ、若い心にはいはい夢が湧く、イエイエイ、81.3 J-Wave TR2。では早速参りましょう。新しい決まりで、トントン。もうすっかりですね、はい、時代は相撲からラグビーへと移り変わっております。まあ、スクールウォーズ、はい、もう上映してるかもしれません、ね、もうスクールウォーズ面白いですよ、はい、あれあれは面白い、面白い、衝撃しとんなっていうのは最高にね、頭にね、焼き付いてね、3杯飯食えますね、それ。ほんと、はい、それだけで。はい。そのケツだけで。もう最高面白かったですよ。はい。ラジオネーム、味噌汁観音さんが来ております。新しい決まりで。はい。ラグビー界では、うん、玉握りの技が実際に行われているようです。あ、そうなんですか。バウ王国、H。に新聞切り抜きの投稿があるのを見つけました。技の使い手はフランスチームだそうです。へ、握られた人は思わず ボールを落としてしまいそうですが、うん、痛いからなのか気持ちいいからなのかは書いてありますので。相手のですか。相手の。へえ。ほんで、何やんなって言っても、うん、あごめんボールと間違ったからって言えばいいんだもんね、うんうん、だってボールつけて走ってんだもんね。こっちはポールカーなんてね。なるほどね、この野郎、うん、でも水球とかはすごいらしいですよ、うん、下で握ったり蹴ったり。やっぱりそういうことなんですか、うん、海パンずらしたり。あすごいんです。ほらフリチンマラソンってないじゃないですか。フリチンマラソン、フルマラソンって聞くけどフリチンマラソンないでしょ。僕ね、これ継承したい。フリチンマラソン。僕ね、ちょっと走ってみたんですよ。部屋の中で。風呂から出た。すっごい走りにくい。痛いよ。痛い。痛い。ペッ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 って当たってくるよ。痛い。でもそこでどれだけ走れるかって、ね、やっぱり競技した方がいいと思う。フリチンマラソン。フリチンで走ってると、すごく飛び跳ねてるね、あいつは。そうですよ。あいつは。なんかすっごい嬉しそうだよね。飛び跳ねるよね。びっくりするよね。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプだもんね。髪の毛なんかは割と優雅じゃないですか。あいつは優雅じゃないよね。あいつは早いし。必死だよね。必死、あいつは早いしよ。これはフルチンマラソンがいいっすね。ちょっと一回ね、やってほしいですね。俺、ダウンタウンのガキ使の、罰ゲームでやってほしい、フルチンマラソン。フルチンマラソン。で、ともやってほしいな。どこで痛いと思うんだよ、どこで止められるかだね。そうだよね。うん。まあ、室内競技としてですよ、もちろん。ああ、うん、いいっすね。はい。ラジオネーム。ん？MJ、ヒント、マンゴージュース。はい。お前読んじゃったじゃねえか。マンゴーあんまり好きなことないでしょ。はい。とりあえず、いい決まりって、おめでた！おめでた。やばいな、それなんかもう。服の中に。服の中に。ラグビーですよ。ラグビーのラガーシャツですね。はい、ラガーシャツの中に。ラガーシャツ。クッションなどを詰め。うん。う
生まれるなどと言って、うん、妊婦のふりをすることで、うん、タックルを全く受けずにトライする技。まあ席も変わってもらえたりするかもしれないしね、はいはい、肛門にラグビーボールを突っ込むことで子供が出かかってる様子を演出できる、うん、素晴らしい素晴らしいね鎌本さん聞いてたら怒ってた鎌本さんはサッカーだからサッカーがあるからそれも知らないや、はい、だから知ってます、うんですよ、あの、怖い人とかいるじゃないですか。怖い人なんですか。大体怖いです、ね。怖そうじゃないですか。あんま優しい感じはないけどね、ラグビーの人ね、うん。でも、あの、あれですよ。ハンサムの人とかいますか、ね、いますか。今、全日本の監督ハンサムですよ。あ、そうですか。はい、ラジオネーム、はい、ゲッツイしますさん。うん。いや、もうクビになってたのかな、あの人は。決まりで、ナビアガンナビアガン。ちょっと待ってくださいよ。昔の失態を掘り起こすようなことじゃないですか。大丈夫ですか。替え玉じゃないですよね。もう終わりました。はい。はい。相手の選手が、怪我で倒れてるとき、うん。俺やっぱりそうじゃ。うん。いや、違うでしょ。はい。夜間の水の代わりに、なんだ、なんだ。鍋やかんの清水を顔にかける。俺、おさめさんが出てんのかなと思ったの。試合に。なんだ、違うんだ。そっちの方が動揺するね。はい、相手が動揺している隙にトライするということでございます。なるほど、なるほど。はい。なるほどね、というわけで、はい、もう、ラグビーじゃなくても、お相撲でもいいですし。何でもいいですよ。プロ野球でも。何でもいいし。パリーグ考えていきましょう、本当に。はい、もう本当に、ね、ペリングでしたけど。ペリング。ペヤングみたいなもんだよね。あの、ね、パヤングとか。焼きそばを出してくるっていうのどうですか、はい、ね、はい。ポリングとかありますからね。ポリップできたみたいな感じで、それはちょっと痛そうですけども。それをやめた方がいい。やっぱり僕もほら、野球ファンなんで、はい、もう本当に最近悲しい。もう見ててね、古田頑張れって、古田頑張れって。って思っちゃいますよね。はい、古田って言ったら昔、おまけがよくついててね、古田のおまけね。あれ、古田はね。頑張れって言ってですよ、僕本当に心から。そうですか。ストライキはもうごめんだ。次参りましょう。はい、ホームラン選手権。はい。激しくなってまいりましたね。いいですか。ホームラン選手権。はい。湯川氏合体。うん。よろしい。中3の頃の話じゃ、聞きや。おお。広島平和公園の横の川にの、ラッキーボーという貸しボート屋があったんじゃ。ラッキーボート、はい。わし、キジモというやつと、ようボート借りて乗り寄った。なんでか言うたらの、橋の上の女のパンティーが丸見えじゃけ。なるほど。それ、中村と大石に教えたの、たらの、わしも行くわ、言い出しての、二人乗りのボートに4人で乗ってパンティー見つめる会した。4人で見つめとったからボート転覆したんじゃ。わしらボートほったらかしにして引き島で泳いで逃げた。悪じゃろ。悪じゃな。それは悪じゃ。宮崎にも高千穂峡っていうところが有名なところありますわ。そこのボートパンツ丸見え。上僕も乗ってもう長いことボートでじっとしてないでくださいって後ろから突かれたんだ。流れて行ってくださいとまで言われて。もうそうらしいですよ。はい。ラジオネーム味噌汁観音、ホームラン選手権、はい。私は食品の売り子をしております。はい。この前製造の人が、売り物の上でくしゃみをしたのに、そのまま売り場に出してしまったのでございます。知らんぷりです。悪なのはそれを売った私でございましょうか。そうですよね。僕も一回だけ唯一農協会館っていう京都の、はいはいはい、そこで結婚式のボーイのバイトした時に、はい、よく結婚式ですから、はい、バーッとボーイの学生さーっと引き出物っていうか、はいはい、皿並べんしょ、引き出物じゃねえや、皿並べんしょ。その時によくエビを落としまして、はい、エビをよく落ちたの食ってましたよ、結婚式。もうこれはもう破綻になるなと思いながらもね、見てましたわ。ジラシーとね、ちゃんとやってよ、もう。はい、わかりました。ラジオネーム、ジョン・ボビー。ん？ジョン・ボビー。ホームラン選手権、小学生の頃。ボート。子供会の旅行で八景島シーパラダイスに行った時、うん、近所の先輩は関係ない団体の集合写真にずっと入り映り込んでました。ああ俺が今やった誰これと皆思うぜ心霊写真騒動になるかもみたいなこと言ってました、はい、何が楽しいか分かりませんが先輩は悪だと思います、はい、つうかバカですか、去年の夏ぐらいでしたかね、はい、島根県の出雲大社で、はい、歴史会っていうおじいさんの会、はい、そこに全然関係ない長髪のサングラス映ってたのは僕です、はい、誰の息子さんだろうとか誰なんだろうとかっていう疑問もなく俺です、はい、多分係の人も1枚多くプリントしてると思いますね、はい、一番映り込めるとこ教えておきます、はい、北海道のクラーク博士像、
あそこの前でね、みんな写真撮るんですよ。あの時にね、意味もなくて、人のとこ横行ってね、いつも指さしてるとね、必ずいろんな人の写真写れますんで、クラーク博士像の前はもう狙い目でございますよ。いいすね、人の写真に写っていこうということですね。いいですね。はい、次してラジオネーム、口を開けばため息ばかり。はい。本丸選手権、先日バイト先で物置小屋の解体頼まれての、廃材やらゴミやらトラック3杯分出た、うん、このゴミどこにどうやって捨てるのか思っとったら、仕事頼んだとこの社長、うん、自分の土地持ってて穴掘って埋めて見えなくするから大丈夫言うよ、明らかに参拝の不法投棄じゃん、じゃ社長悪じゃの、その後役場に通報した俺もこの村じゃ悪者扱いされるんじゃろうか、どうやろう、すごいやってんね、もうそれじゃマネーロンダリングじゃないですかうまいこういう時使うもんね、こういう時使う、不法投棄の時使う言葉です、はい、リスナーだって手柄は欲しいと思ってるリスナー、ひまわりです、うん、あ、かわいい名前じゃないですか、こんばんは、マネーロンダリングを適当に使われる前に説明しちゃいます。はい、マネーロンダリングとは不正な取引で得た資金の出所が流れないように預金口座を移動したり、うん、海外不動産に投資したりすることです。なるほど、不法投棄のことだね、はい、分かりました、もう14歳埋めちゃったりすることで調べました。いかんな、マネーロンダリングはいかん、なんか悪いイメージあるもん、マネーがちょっと大概、ね、悪いことに決まってる、はい、ロンダリングこういう時に、はい、使ってください、分かりました、はい、ロンダかリングだったらどっちが好き？ロンダの方が、僕もロンダの方がなんか激しいことしてくれる、そんなロンダはちょっとリングはきついとやだなそう、ね、ちょっと脂っこい感じするね、イカリング的なイメージがあるからねはい、それではここで曲参りましょう、ポノポポノポポノポ、うん、ボノボ、 ボノボ、ま、ボノボ、前も間違えてたよね、ボノボあの頃あの光、 あの言葉あの光聞いてください、全然違ってる沢ついてさまよってた心は金のたてがみの空に優しくしてもらった、ずっとありふれたありふれた言葉にだけ今も生きている魔法を分けてもらったのさ、ああ歌また歌こぼれて81.3 J-Wave。それでは明日9月22日以降に絶対間に合うイベント情報だけをまとめてお送りいたします。明日本当に間に合う最初の情報は、フミヤにハートブレイク、マサハルツルクアコースティックマンスリーライブボリューム5、泣き顔チャンピオン暫定1位のツルクマサハルさんが冠ライブを開催、9月26日午後6時30分より下北沢ホボーティー、料金は未定、少し不安ですが高木派の皆さん行ってみては、バンドでもめんなよ、本当にしてます、続きましてはですね、これは私も行きたいと思っているんですが、
バードさんが、うん、今度の日曜日、うん、お寺でやんだ。お寺で池上本門寺屋に特設ステージ、オープン17時スタート18時、うん、全席して6300円お点結構でございます。ほら楽しそうですね。バンドでもめんなよ。何でもチェッカーズに置き換えちゃった。はい、もう良くないよそれは。バンドでも今一般証拠したくないもん、もう安田さんのね。でもあれは、あれは お葬式じゃないんだよね。あ、そうなんですか。あの人たち有志のアブラーズの人たちがやったイベントだからね。いわゆる告別式とかいうのじゃないんですけどね。まあそこまで大きくなっちゃうとかわいそうですね。そうですね。今面白いらしいですよ。藤井フミヤさんのライブが大変。やっぱり。はい。かなりもう違う意味で。かなり面白いらしいですよ。もう何かというとデタラメ、デタラメと言ってるらしいですからね。ああ、そうなんですか。すごい面白いんです。デタラメな人、デタラメな。あれカバーしてるんですか今。爆笑問題のデタラメな人してないんじゃないでしょうかね。あんたさんのイベントは何ですか。どうぞ。2月29日、はい、マネーロンダリングのコーナーで。でも来週やります。あ、いや言ってください。早く。はい、三社かなんかにあるヘブンズドアっていうところでなんか出るんですよ。ヘブンズドア知ってますよ。三社の一回出たことありますけども、はい、ヘブンズドアどんなところなのか後で教えてください。はい、ヘブンズドアな感じです。はい、ノッキンズヘブンズドアですか、ね。重ねてます。はい、ミューラーには。あ、ないです、別に。あれば。また来週。嘘。嘘。こんな嘘なんかあるじゃん。だって15秒で言うほどのことじゃない。いいんですか。うん、結婚します。信じらんねえこの男。